お疲れ様です。お疲れ様です。どうも、家に帰りました。ワドツです。楽しんでいってください。雑談しましょう。休憩しましょう。ちょっと疲れました。ちょっとね、ヘトヘトですよ。夜中の12時からずっと放送してるんで。はい、ワドツ、桜子さんいつもありがとう。お疲れ様。盛り上げていってください。よろしくお願いします。お疲れっす。おい、牧場ミルクいらっしゃい。お疲れ。盛り上げてってください。ワドツ。うん。ナチいらっしゃい。コメントありがとう。お疲れ。みんな、コメントありがとう。愛してるよ。ありがとうございます。お疲れっす。疲れたわ。でも今日はね、配信三昧って決めてるんで。おい、ハッチワドツ。ハッチ、いつもありがとう。いつも俺のナンバーワンリスナーでいてくれてありがとう。愛してるよ。お疲れ。機材もね、ハッチ、ハッチがさ、天城府、なんでもない。なんでもないっす。あつあつ。ああ。なんでもないっす。疲れてるわ。機材買いましたよ、新しいの。ミキサー買いました。おー、ゼリーさんありがとう。いいね。You are shock! 愛で空が落ちてくる。熱い心を鎖で繋いでも、今は無駄だよ。ゼリーさんありがとう。いいね。花火がバンバン上がるね。あざーす。盛り上がってきたね。52名さんいらっしゃい。楽しんでってください。機材買ってね、チャンマンゲーができるようになったよ。あんたたち、あんたたち、行くわよ。これができるっていうのは、俺は、ようやく、配信4年目でようやく、チャンマンと同じ機材を手に入れたっていう。ぶっちゃけた話、パソコンはチャンマンの方がいいけど、オーディオインターフェースについては、俺のやつの方がいいやつだから。いいやつ買ったよ。配信用にヤマハが出してるやつなんだよ、これ。ヤマハはね、結構頑張ってるよ。これぐらいか。ヤマハは結構頑張ってる。ヤマハだけなんだよ、この配信に特化した。コンパクトオーディオインターフェースミキサーを出してんの。結構ね、みんなベリンガーとか使ってるんだけど、いいよね。結構、物が大好きな人だから、物を集めるのがね、物にまみれた、物欲にまみれた男だからさ。換気すっか、一回。でも今日楽しいなぁ、浅井さんとがっつり話せて、ねぇ、のんちゃんとも初デートして、金使いすぎて、ちょっと今月ピンチになりそうだけど。まあなんとかなるでしょ。また、ていうかね、最近ね、月末になっても金が尽きなくなってきたんだよね。2ヶ月ぐらい前まで、ヒーヒー言ってたんだけど、最近月末になっても金回りいいっすね。バカプレゼントありがとう。サンキュー。配信業が形になってきましたよ。バカプレゼントありがとう。バカありがとう。あざす。だんだんね、実ってきますよ。努力の結果が。生活保護受けよっかな、ロンタリさん。ロンタリさん、僕のところに相談来てください、ロンタリさん。生活保護については僕詳しいですから。
ロンタリさんがね、なんか生活保護受けようかなってタイトルで放送やってるね。ナンバーワン生活保護配信者に聞くべきでしょう、そこは。多分配信で一番生活保護詳しいの俺だろうね。59名さんいらっしゃい。楽しんでってください。のんたんさ、あれ、80のやつ行こうよ。うん。金梅さんとかも来るし。うん。おー、ドラちゃんいらっしゃい。今出張でベトナムにいるんですけど、料理が合わなくて早く帰りたい。うわ、羨ましいわ。ベトナムいるんだ、いいな。え、何？あ、いいよいいよ、全然寝てな。うん、寝てて寝てて。夜の7時45分にあそこに行くから、あの歌舞伎に行くから。ベトナム合わないよね、酸っぱいんだよね、ちょっとね、味付けが。いいなぁ、うん、いいな。でもベトナムから日本の配信が見れるっていうのが画期的だよね、すごいよね。ベトナム土産なんかくださいよ、ベトナム土産。ドラちゃん仕事で行ってんのかな、出張って言ってるから仕事だろうね。ベトナムって仏教なのかな、ベトナムってイスラム教だっけ、ベトナムって何教なんだ。仏教グッズとかあったら、ちょっと仏教っぽいグッズとかあったら仏教グッズ欲しいですね。仏教マニアなんで僕。仏像でも集めようかな俺。なんか仏像ってかっこいいよね。なんか下手にワンピースフィギュアとか、なんかジョジョフィギュアとか集めるよりも、なんか仏教グッズ集めた方が渋いんじゃねえかと思い始めてきたわ。ああ、タバコがうめえ、染みるわ。タバコとコーヒーだな、やっぱ、男は。タバコとコーヒーだ。うまい。ああ、硬いで。肩がピッキピキだわ。運動始めないとな。あの、ジムに通い始めてた頃、運動不足なくなってて、すごいね、肩の調子良かったんですよ。鍛えないとダメだね、人間は。そんな感じがする。体鍛えよう。ちょっとごめんね。何？カーテン開けていい？カーテン開けていいよ、全然。釈迦が、釈迦今日遊んでない。あ、釈迦遊んで遊んで。網戸全然外出ない。外に出ようとしない、釈迦は。インドア派だから。多分ね、窓開けてもね、大丈夫だと思うよ。外に興味がまるでない。うん、釈迦ちゃんは。テンション上がってんな。はい、ワード2。クレタカルポさんいらっしゃい。楽しんでて。はい、ワード2。っていうか、金梅さん放送やってんの？金梅さん大丈夫なの？ちょ、金梅さん状況報告欲しいわ。どういう感じなの企画。今誰が1位とか全然わかんないんだけど。誰が1位なんだろう。誰かわかる人いる？誰が1位か。はい、ワード2。アミさんいらっしゃい。どういう状況なんだろう。金梅は爆卒セックスしてる。
あ、もう減点でしょ。てかもう失格でしょ。それ本当なの？それマジなの？だって昨日、昨日だってさ、金梅さんさ、いや、爆走といないよっていう約束してくれたんだけど、俺と。やっぱり爆走といたの？いやもう本当、ちょっとね、説教でしょ。説教でしょ。それ本当？それ本当？マジで言ってる。バカプレゼントありがとう、アンミ。アミ、愛してるよ。バカプレゼントありがとう。そもそも金梅が入った時点でアウト。うん。途中経過として運営本部の放送とか必要だったんじゃね？いや、それもね、一応検討したんだけど、ニコ生で同時キャプチャーで俺が実況配信するっていうのも考えたの。だけど、今回突貫工事だったのね、結構。企画自体が。企画の立ち上げから関わってんだけど。だから今回は見送ろうっていうことになった。その代わり、動画に力入れるっていうか、最後の編集に力入れるっていう話で終わった。うん。そうなんだよね。本来は誰かが部屋の中でキャプチャーしながら、マルチスクリーンでやるべきなんだよ。シャカおいで。シャカ。シャカて。おー、花火ありがとうございます。来た来た。あー。あー。ハッチ、俺の太ももがいい感じ。ありがとう。うん、ありがとうございます。悲しい音楽流れてんな、うん、やべ、切なくなるわ。新宿流れてるわ。あれ、釈迦、釈迦どこ行った？どこにいる？あ、そっちにいる。うん、はい、こんにちは、いらっしゃい、楽しんでて。まさこさんいらっしゃい。まるさんこんにちは。ありがとうね、ハッチ、花火。もはや深夜っちょと倍目、3倍目の怠慢？ミキティ減らっちゃう？え、なんでミキティ減らったの？え、どういうこと？どういうこと？ミキティなんで減らってんの？っていうか、罰ゲームちょっと過酷なやつにしようかな。ちょっとなんか、ぬるい罰ゲームじゃなくて、ちょっと本格的なやつにしない？罰ゲーム。なんか、1万回聖剣好き金梅さんにやらせようよ。俺が、泣きじゃくった。1万回聖剣好き配信。ヨンヨンワトツ。ヨンヨンワトツ。もう、それしかないっしょ。1万回聖剣好き配信、金梅さんにやらせない？ちょっと、罰ゲームぬるいのとか、もう絶対、もう企画意味ねえから。ちょっと、もう、1位取るために頑張ってないじゃん。どう思う？いや、やっちょと、ヒカルくんはめちゃめちゃ頑張ってると思ってんの。本気でやってると思ってんの。ちょっとこれ生半可な、生半可な配信者に聖剣好きで、ちょっとアンチコメに聞きまくってたし、やめたいってなってた。はい、山かって読むのかな？山か、あかりさん、ありがとうございます。コメント。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。ワードです。トラブルメーカーだね、ほんとに。侍さんいらっしゃい。サムネいいね。侍さん、サムネ変えた？うん。他の3人は頑張ってる。ミキティも頑張ってるよね。ミキティはちょっと無理言ってお願いした形なんだよね。正直言うと。初見さん、鈴木みーさんいらっしゃい。楽しんでいってください。よろしくお願いします。面白かったらフォローしてね。なんでみんなやる気ないんだ？金もらえれば適当か？いや、そうなっちゃってるよね。だから、そうなんだよ。全員にギャランティー発生するみたいになってるから、罰ゲームをもっとしっかり決めるべきだった。次のいい勉強になったね。ABC さんコメントありがとう。絶対それあるよね、なんか。まあ、3万円もらえればいいや、みたいな。ビリでもいいや、みたいになってるから。みんなが頑張んないと感動起こんねえかな。でもまあ、しょうがないよな。全員が全員頑張るわけじゃねえもんな。うん、フォローした、ありがとう。ミーハー女子リスナー、飢えてるとこが強い企画。ミーハー女子リスナー抱えてるとこか。あー、ピーマルさんの意見結構正しいかもしんないな。新しいかもしれない。うん。あ、新しい。あのよ。ああ。フォロワーがよ、お前、574人。お前、すげえだろ。おい。おう、鈴木みーちゃん。あざす。お、クリスマスモッドさん。あざす。なあ、ゲルゲ。似てる？似てる？昨日の金梅の録画見たらリアルタイムしますって言ってたよ。リタイアするって言ってた？マジで言ってる？ガンモさん。リタイアなんかねえから。だったら他の配信者にやらせればよかったじゃん。
僕はですね、わざわざ実はゲイなんですね。昔女の人あれできなくなってきた。ちょっと調子悪いな今日。ロハカさんできない。僕はですね、ちょっとマイクの設定が悪いのかな。ちょっと今日調子悪いな。金梅ってこういうことをちゃんとできないでしょ。やれるのチャリ旅だけじゃん。いや、ていうかね、金梅さんはやっぱ、こってこての配信者だから、やっぱレジェンドなんだよ。俺昨日飲んだじゃん、金梅さんと。もう、会話の流れが、もう、金のことと、もう、配信でいかにバカをやって炎上させるかしか話さなかったの。2、3時間喋ったんだけど、金梅さんと。もう、おい、ワード。やっぱよ、配信はよ。おい、キチガイやってなんぼだろ。みたいな。なあ、ワード。なあ、おい。やっぱ、キチガイやりてえわ。企画とか関係ねえから。とかずっと言ってたからね。やべえな、この人と思って。本当に。もう、生粋のキチガイなんだよ、本当に。もう、神に選ばれし、キチガイなんだよ。本当に。もう、キチガイ大好きなの、あの人。もう、リスナーをいかに引っかき回すかしか考えてなかったもん。本当に。だって、企画者の前で言ってんだよ。本当に。いや、もう、金とか関係ないっすよ。とか言って。草薙くんの公演でチンコ出してやろうかなとかずっと言ってんの、そんなこと。で、企画者の方がやめてください、みたいな。警察沙汰はちょっと、バンになるのはダメっす、企画なんで、つって。いや、関係ないっしょ、みたいな。関係ないっしょ、面白けりゃ関係ないっしょ、みたいなこと。すげえなと思って。草薙くんの公演でチンコ出してやるわ、とかずっと言ってたからね。笑ってたのはヒカルくんだけだからね。企画の意味全然ねえよ。沸かせるのはわかるけど、それに伴う利益がないから配信業として。ああ、いや、それだから、いや、そうなんだよ。結局は俺分かったんだけど、配信者がなんで芸能人になれないかタレントになれないのかっていうのがよくわかるんだよ。結局配信者の方が面白いんだよ、ぶっちゃけた話。配信者の方が面白いんだけど、警察沙汰だったりとか、要は遅刻するとか、要は司会進行を守れないとか、喋りの、その、なんつうの、あうんの呼吸とかできないと。この人が喋ってる時に合いの手を入れないとか、逆にここは合いの手入れるとかできないの。みんな好き勝手喋ってんのよ。司会やっててやりづらかったもん。はい、どうもーつって、まず紹介しまーす。今日のゲスト、一番目、ヒカルくんですって言って、深夜喋ってんのもん。とか言って、なんかリスナーと会話してんの。ここだなって思った。これがテレビタレント、プロとの違いなんだって。プロ意識がないんだっていう。まあ、それはそれで面白いんだけど。新しいリスナーさん紹介します。芸能人はいろいろと気にしちゃうから本当の気遣いができないのかな。まあ、それそうでしょ。それは絶対あると思うよ。それは絶対にある。新野町と金梅の二人が揃うとまとめるの難しい。新野町も新野町で結構癖あるからね、あの人。マジで結構癖ある。まあでも、レジェンドになる人ってそういう人なんだよ、結局。レジェンドになる人は自分の個人の力が強いんだよ。前はさ、あそこまで嫌われる気違いじゃなかったじゃん。今はもうリアトツ対決でもボロ負けだから、それは辛いみたいなこと言ってたよ。それ本音だろうな。それは本音、本音としてあるんだと思うよ。はい。くるくる、くるみん、いらっしゃい。フォローありがとう。ありがとう。ちょっと似てないよ。配信者は集まってなんぼ的な人が多い気がする。まあ、それはあるでしょ。やっぱ集まったら面白いからね。集まってなんぼだと思うよ。そこはあると思う。ただ、個人の力もっと磨いていかないとダメでしょ。それはあると思う。やっぱレジェンド配信者は個性が強すぎるからね。もう個性だけで売ってるようなもんだから、あの人たちは。
じゃあ罰ゲームをちょっと考えようよ。罰ゲームどうする？捕まって。NOAA さん、コメントありがとうございます。楽しんでてください。罰ゲーム1万回政権好きどう？賛成反対？そう、罰ゲームちょっと本格的にそろそろ決めないと。もうあと数時間後にはエンディングだから。1万回政権好き配信どうよ。マドウさん昨夜近くにいたのか。嘘、ヒーセさんどこいたの？え、昨日どこいたの？昨夜ってあれか、大敬遠、大敬遠行ったよ。それでモンスター手に入れた。彼女とお揃い。3000円かかって、3000円で2つなんだけど、これいいでしょ。これ刺繍が入ってて、モンスターって刺繍だよ。これ刺繍で、キャップも超作りよくて、裏もモンスターちゃんとしたキャップ。これ2つで3000円で UFO キャッチャー取った。え、大敬遠近所だったの？マジか、タイミングずれちゃったね。マジか、大敬遠超面白かったよ。彼女、デブショーの彼女がすげえ楽しんでた。金バレと深夜庁は罰ゲーム守らないことがある。だからそれだったら賞金渡さないで、罰ゲーム終わったら賞金渡すでいいじゃん。それでよくね？それでよくね？企画なんだから。あ、危ない。したか。罰ゲームの方が美味しくね、閲覧的には。いや、だからきっつい罰ゲーム。俺1万回聖剣好き配信やったんだけど、普通に聖剣好きちゃんとやって、こうやってやってて、何時間かかったと思う？ 9 時間だよ。で、最後の方どうなったかっていうと、号泣。もう6000回目から記憶ないの。ずーっと涙流しながら、えぐえぐ泣きながら、プルプル震えてない。足にくんの。超きついよ。9時間聖剣好きやってみ。1万回聖剣好き、マジきついから。やりきったからね。最後の方記憶ねえもん、マジで。金梅の録画見てください。金もいらんって言ってた。じゃあもういいっしょ。9時間だよ。逆に賞金放棄すれば罰ゲームなしなんですか？いや、それはもうあれじゃん、放棄してるんだから今日来ないんじゃないの、下手したら。わかんねえけど。下手したら来ないんじゃないの、それはわかんない。どうなるのか全然わかんないから。だから企画自体放棄されちゃったらもう罰ゲームもクソもないでしょ。昨日静かな配信してたから一番沸かせるけど、爆走里見、爆走逮捕里見って内容じゃねえ。褒めしたらちゃんと読み上げたけどね。いや、だからもう美味しいと思ってるでしょ、正直。金梅さんバカじゃないから、配信者としてやっぱもう、やっぱトップレベルだから、今は企画やるよりも、要は自分の都合なんだよ。爆走とパコった方が美味しい。爆走だろ、今。なあ。って考えてんだよ。お前、爆走とパコったら里見激切れだろ。美味しいだろ。とか言ってんでしょ、ビール飲みながら。これが一流配信者だよとか一人で言ってんだよ、多分。うん。もう企画のことなんか頭にねえんだ。閲覧増やすことすると、もう炎上させることしか考えてないんだって、本当に。その場合2位の深夜庁が罰ゲームになるでしょ。いや、3人でしょ。ミキティいるから。わかんない。もうその場のノリで考えるけど、一応頭の中には入れとこないとなと思ったよ。いや、好きな人のモノマネはできるから、好きじゃない人のモノマネはできない。モノマネって愛だから、だから多分うなちゃんマンのモノマネ一番うまいの俺じゃない、ぶっちゃけた話。多分うなちゃんマンのモノマネいろんな人がやると思うけど、おい誰だよ、筑前煮なのに、お前、里芋なんか入れねえよ、バカにわかがよ。おい。ググってんじゃねえよ、バカがよ。おい。多分、俺が一番似てるっしょ。完コピでしょ、俺が多分一番ちゃんまんうまいと思うんだよね。っていうことは、俺が一番ちゃんまん好きってことだからね。こんないい加減な参加者罰ゲームするべきだと思う。他の人頑張ってるのに。でも、もう本人がやる気ないって言われてたら、それまでだからね。いや、俺も、いや、罰ゲームとか、ていうか企画をしっかりやってもらいたいけど、里見に金渡すな。いや、だからそれも考えるよ。ていうか、まあ、本来、金梅さんじゃないからね、出演者。里見さんだからね。似てねえ、ハゲマルさん。おい、どこが似てねえんだよ。ハゲマルよ。おい、どこが似てねえんだよ。言ってみろよ、この野郎。ロックオンだよ、この野郎。その声出るなら、
なんだ、後回もできるね。後回ってどんな声だっけ、わかんないけど。似てないかな、結構自信あんだけど。似てるよね、うん、似てないかな。ちょっと今自信なくなったわ。新しいフォロワーさん紹介します。バッドラックさん、フォローありがとうございます。ちょっと品がありすぎるもっと下品な感じ。おゲルゲはよ、ゲルゲはよ、お前こうじゃねえから、お前こうじゃなくて、お前こうだから、ゲルゲは、おいやべえだろゲルゲあの回ちょっと面白かったんだよマジレスするとそこまで似てないよマジで、うん、もうやめようかな。結構前のさんなんか、うん、あんま似てないかな。わかった、ちょっと控えるわ。途中まで金梅やる気あったよ。むしろ金梅の方がやる気あった。さとみのやる気のなさに金梅うんざりした。あー当てられたのか。ブラックハーツさんありがとう、コメント YouTube あるかな、どうだろうね。うん、キングジョイントさんいらっしゃい、コメントありがとう。楽しかったらフォローしてください。まあいったな、まあいっか。サワラの神にたたりなしだからやめとこ。うん、なんでの、なんでも長渕剛は、あの、花火上がったらやりますよ。あの、リクエストがあったら。リクエストがあったら、ワンフレーズ、花火を上がって、ワンフレーズ、この曲歌ってくださいって言ったら、長渕剛でどんな曲でも歌います。里見は構うな。あれ、すぐ手のひら返すから。あ、ハツさん、ありがとうございます。これはスクワットの方がいいですか、それとも、長渕の方がいいですか。初見さんいらっしゃい。メイエヌさん、よろしくお願いします。面白かったらフォローしてね。じゃあ、もしよかったら皆さん、リクエストお願いします。ハッチさんから、多分長渕やれってことなんで、これは。何聞きたい？何が聞きたい？長渕剛で、どの曲が聞きたい？両方やる？わかった。とりあえずスクワットやるわ。両方やるんだ。きつ。もう足ガクガクなんだけど。ハッチありがとう。一回。二回。三回。四回。5回ありがとうございます。よし、 OK、 ありがとう。新しいフォロワーさん紹介します、新しいフォロワーさん、大川さん、フォローありがとうございます。任せますよ、なんかリクエスト。オルゴールの長渕、なんだろうオルゴールって。違うよ、あの長渕剛が歌わないような曲でいいんだよ。長渕剛の曲を歌うんじゃないよ。カバーだよ、カバー。長渕剛風に歌うから、うん。キャプテンショップ、キャプテンシップかわかんねえな。長渕の曲をリクエストじゃないの。普通の曲でいいの。俺が知ってる曲だったら何でもいいよ。ワンフレーズ長渕歌うから。おめえ、俺 PPAP がわかんない。今度金梅里美、妻に会う里って見てください。あ、いいかもね。裁判だねこれ、うん、裁判だわ裁判、うん、コーヒーうまい。コーヒー、缶コーヒーはマジで、あオッケー、花火ありがとうございます。ハッチ、ハッチいつもありがとう。ナンバーワン、ナンバーワンアイテムリスナーで居続けてください。ありがとうございます。君が代行こうか。じゃあリスナーさんからリクエストいただいたんで、みんな今日は本当に桜島に集まってくれて本当にありがとう。日本人としての誇りを忘れないために、みんなで最後に歌いましょう。聞いてください、君が代。Say a king me gay and yo. She yeah me yeah. Yeah she yeah me. Pass them back. Say they leave.Yeah!
なに、うえ、あ、きよはるくん、と、な、わ、せ、か、け、の、む、う、せ、う、め、で、来年も桜島で会おう。長いよ。長いよ、君がよ。初見さんありがとうございます。ゆきやさん。笑ってくれた人はフォローよろしくお願いします。いや、バカにしてないぞ。リスペクトです。リスペクトです。そう、これね、鉄板なんだよ。和道で笑うとは不覚だってみんな言う。これだけは笑っちゃうってみんな言ってくれるんだよね。じゃあ、新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーのユキヤ !Thank you! いかつい系のモノマネうまいかも。どうだろうね。わかんないけど。面白かったのでフォローさせていただきます。ありがとうございます。新しいフォロワーさん、ユキヤさんと、アリスさん。アリス、アリスフォローありがとう。一緒に鍛え、鍛え行こうな。疲れた。バーガープレゼントありがとうございます。生とアクションで8割稼いでますね。正解です。はい。あとね、ボストンバッグをどこに入れるかですね。AJT さんコメントありがとうございます。企画はですね、僕は司会進行だけ任されてるんで、オープニングとエンディングだけですね。はい。中津ファンなので気持ちは複雑ですが。面白いよね。アリサさん、ありがとうございます。おー、姫川さきさん、姫川さんいらっしゃい。コメントありがとう。ありがとうございます。いつでもね、長渕剛、花火やしてもらえたらね、この曲が聴きたいっていうのがあれば、長渕剛やりますんで。え？ミキティも、リタイアの？いや、全然わかんない、俺。ミキティもリタイア、全然わかんないわ。わかんない、知らない。マジで？みんなリタイアしてんな。大丈夫かよ、今日。成り立ってなくねえか。企画になってなくねえか。だからもっともっと、あれだね、10人ぐらいでもよかったのかもしれない。もっとごちゃごちゃやってて。で、トップ上位だけとかでもよかったね。カソナマンスとか入れてもよかったんだよ。小島グランプリとかさ。中堅どころもっと参加させてよかったのかもしれないね。人数が足りなすぎた感じがする。そしたらさ、10人中5人リタイアとかでも企画成立するからさ。賞金って誰が払うの？リアルライフっていう、企画会社ですね。生のしプロダクションが払います。リアルライフですね。詳しくは、リアルライフで検索してください。ホームページが出てくるんで。多分ね、3倍目ヒカルくんのトップページに、リアルライフのホームページ URL 貼ってあるんで、そこに企画の概要とか書いてあります。ナムノシプロダクションですね。だそっから俺もギャラもらう感じなの、今回司会で。配信業、配信業、配信業、和道くん、せい。誰の企画なんだろうね。ヒカルくんと八千代しか働いてますと。まあ実質そうだよね。給料泥棒になるね、給料泥棒に。まあ配信がいかに過酷だっていうのはわかるよね、これで。配信って結構大変なんだよ。根性ないとね、大手になれないよ。俺ね、だんだん思ってきたけど、ここまで長渕剛、でも誰の曲でも長渕剛できるんだったらもう、長渕剛風の曲を即興でできるんじゃないかと思ってきても。里見とミキティリタイアしたら結局野鳥3倍目だけだよね。野鳥は不正するし。野鳥の不正してるの？新野鳥不正してんの今、そういう情報バンバン欲しいかな。コメントで教えてほしいですね、JT さん。どうなんだろうね。判定までしないといけないかな。採点と判定も任されてるから。嫌だよな。絶対嫌われるもんな、それ。嫌われ役、嫌われ役だよね。
難しいね。配信って奥が深いね。今トップダントツ1位はヒカルくんなの。やっぱりヒカルくんがトップかな。その次がやっちょかな。やっちょかだってね、昨日ね夜中まで頑張ってたもんね。一番タバコの銘柄はですね、あのアメリカンスピリットっていう銘柄で、あの無農薬無添加のタバコですね。アメスピですね、うん、メンソールライトっていうやつ。僕メンソールが好きなんで。っていうか配信者増えてねえ。ふわっち配信者、あ、なんかこもったな。ふわっち配信者めっちゃ増えたよね。ヤマハさんいらっしゃい。マルボロメンソールはね、ずーっと捨てた。だけどマルボロメンソールからこっちに変えたんですよ。ちょっとリスナーさんと揉めて。いいタバコ吸ってる。リスナーさんとは約束なんですよ、やいこさん。やいこさん、あとカラオケの時すげえ盛り上げてくれてありがとうね。ずーっとコメント返せなくて、あ、やいこさんすげえ盛り上げてくれてるなと思って嬉しかった見てて。いや、ほんと助かる、ああいう時。なんかさ、あの、取り巻きの人が先輩とかだとさ、コメント読んだりすると配信中、あ、カラオケ中に失礼じゃん。だからああいう風になんかこう、わー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 言ってくれる人いるとめちゃめちゃ嬉しかったんだよね。ありがとうね、やいこさん。ほんと助かったわけよ。うん、アメスミのメンソールライトっすね。サトミとミキキティリタイアしてたらそれでも賞金って出るの？もちろん出ないっすね。モンスターいいね。ケンブリッジみたいで。これ、今日あのゲーセンで彼女とお揃いで、すごい質いいんすよ。刺繍で、刺繍の2つ入ってんすよ。三つか。刺繍で三つ入ってて、しかも裏にもモンスターって書いてあるのよ。これ3000円で二つ取れたの。マジ大敬遠で、取りやすいよ、これ。多分ね、慣れたら1000円ぐらいで一個取れる。で、赤、青、迷彩、シルバーとかいろんなカラーがあった。そう。モンスターのね、アイテムいっぱいあったよ。リストバンドも手に入った。これリストバンドドラムやるから結構使うんだけど、このリストバンド良くない？超気に入った。俺、キャップとか被らないんだけど、生まれて初めてキャップ被ってるかもしんないね。似合わないからさ、買ったことなかったんだけど。似合います？キャップ。どうすか？あんま似合わないんだよね。面長だからさ。彼女見えた？彼女全然配信映るよ。飲んだいるいる。なんか爆睡してた。ほら、夜中、はい、あの、連れてってくれたから大敬遠、うん。ケンブリッジがよくわかんないけどな。ケンブリッジ、え？あ、カーテンか。うん、ケンブリッジ、うん、今日どうなるんだろうな、マジで。予想不可能だな。あと彼女一緒に配信して、あ、全然普段よく出てますよ。今多分出ないけど、寝起きだから。この放送いたら全然彼女普通に出ますよ。 YouTube にも動画残ってるんで。俺の彼女あの香川さんリスナーなんだけど、あの香川さんのオナペットなんですよ。香川さんにオナニーの素材としておっぱいを提供してるんで、うん、もしよかったら YouTube でその動画見てください。なんだっけな、うん、香川さん配信中にトイレ行くときはオナにするらしいよ、うん、きつかったらリタイアして OK ならすごくルールとしてなんだ、緩いと思います。罰ゲームさせるべき。俺がね、企画の運営者だったら俺も全く同意見なんだけど、俺も雇われだからさ、うん、なんとも言えないんだよね。司会進行を任されてるだけだから。それに光くんも強く言えないと思うんだよ、金梅さん先輩だから。そこはあると思うよ。
あ、雇われなんだ。そうだよ。企画の、俺、司会進行、だから俺も演者なんだよ、実は。司会と動画編集ね。うん。だから企画は初期の頃から携わってたけど、どちらかっていうと裏方なんだよ、俺。なんか俺の企画だって勘違いしてる人結構いるんだよね。うん、違うんですよ、実は。金梅里美連れてきただけで企画の参加者でも何でもないよね。一応企画の参加者ではないね。うん、里美についてきただけだ。金梅を叩く意味わからないな。普通は参加者の里美が叩かれるべきでしょ。違うんだよ、そこがね。投資卵さん全くの正論なんだけど、あの、なんでこういうことになったのかっていうと、里美さんが金梅さんにバトンタッチするっていうことを配信で言っちゃったのよ。で、バトンタッチはルール上 OK になってるから、要は企画を参加しちゃったんだよ。そう、そこはだからダメじゃない。やっぱり配信で私の代わりに金梅さんにバトンタッチしますっていうことを言っちゃったわけだから、それ言わなければ別に参加者でも何でもないから関係ないと思うんだけど、どう思う？どうなんだろう、トッシュ様。そこは結構ね、論点として重要だよね。企画の参加者じゃないよ。うん。でも途中から企画参加しちゃった形になってるんだよね。バトンタッチしちゃったから、ルール上。そこ難しいところだよな。それなら最初の金梅のリアタズを完投してる意味わかんない。うん、だから、金梅さんが引き継ぐのであれば、最初の10ポイントはカウントしないって言った。俺は。うん。だから、投資卵さん全く正論。その通り。それはちゃんと言ってる。金梅さんが参加するんだったら、最初の10ポイントは無効になるよっていうことは言ってる。うん。それはそうでしょ。だから、投資卵さん全く、合ってますよ。もう、まさしく正論です。全く同意見です、僕は。だから混乱しちゃってるんだよね、リスナーさんが。165名さんいらっしゃい。あ、ハートプレゼントありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートアザース。ありがとう。難しいところだよな。なんか外部企画参加しなかったら全く意味ないからね。うん、里見はよっさんからチャンネルもらっても全く配信してない。まあそこはね、俺は関係ないところだから、俺が口出す問題ではないかなとは思ってるけど、うん、そこはまあよっさんとの兼ね合いじゃん。うん、だから配信って本来、配信本来は自由にやるべきだっていうのが俺の考え方なんだよ。だって配信の醍醐味そこじゃん。自由に好きな時に好きなだけやって、別にやめたかったらいつでもやめられるっていうのが配信のメリットだから、俺はそうあるべきだと思うの。ただ企画っていうのはさ、スポンサーさんもいるし、取り巻きの関係者もいるし、そこはルールとマナーは守るべきだと思ってるの。だったら最初から企画に参加すべきじゃないっていうのが俺の考え方。うん、じゃあなんで受けたのっていう風になるじゃん。金が発生してるわけだから、結局だから賞金出すわけじゃん、スポンサーさんは。だったらそれ最初から受けないべきだと思う。本来、里見が叩かれるべきことだと思います。里見の囲いの反感を恐れて、金梅を悪者にしてるように見えてしまう。俺が？俺別にそんなないよ。うん、全然ない。里見が叩かれるべきとか、金梅さんが叩かれるべきっていうんじゃなくて、悪いことは悪いと。だから責任持ってやろうよっていう感じは、俺は個人としてある。ただ個人の意見ね、これは。金梅と里見は復縁したよ。マジで？へー。里見に賞金出すのまだわかんないですね。M さんいらっしゃい。なんかリタイアしたっていう噂があるから。まあだから、ポンプかもしんないからわかんないから、俺は。まあ当日、だからこれからね、夜の8時から放送あるから、その時にね、聞くよ。俺がちゃんと。まだリスナーさんの意見しか聞いてないからさ。うん。
別にぶっちゃけな話、誰が叩かれるとか、誰から怖いとか、そういうのないよ。反感買うとか。俺は自分が正しいと思うことを正しいって言うだけ。やつは不正してるからちゃんと調べてね。当日の20分の集計の時間しかないから早めに報告が欲しい。俺動画全部の配信をリアルタイムで監視すること無理だから。うん。だから、リスナーさんから報告が上がってこない限り、不正してるかどうかは全部チェックはできない。うん。リタイアしててもしなくても、あまりにも配信やってなすぎですよね。まあ、それはね、まあいいんじゃない?ビリになるだけだから。今更ビビらないよね、和道さん。いや、っていうか、なんか反感を恐れてるとかじゃなくて、間違ってることは間違ってるし、この人頑張ってるな、すげえなっていうのはちゃんと認める。そりゃそうでしょ?ね、寝ないで配信してる人もいたら、やっぱリスナーさんの評価は上がるじゃん。あ、こいつ頑張ってるなとか、本気だなとか。で、サボってたら、なんで企画参加したのってなるでしょ。なるさんいらっしゃい。金梅だろうが、里見だろうが、どうでもいい。頑張ってる人がいるなら、罰ゲームする人がいるべきだと思う。そりゃそうだよね。俺もなるさんは正しいと思う。ただ、罰ゲーム、企画 OK して、リタイアしますって言って、罰ゲームを受けませんってなって、バックレタするじゃん。仮にだよ。仮にバックレタしたら、リスナーさんはずっと覚えてると思うよ。それは一生残るわけじゃん。で、頑張った人は一生残るわけじゃん。例えば、ヒカルくん嫌いな人もいるけど、あの、富士山で1位になったとか頑張ったところは認めてると思うの。そうでしょ?金梅、あの、ヒカルくん嫌いな人とか、やっちょ嫌いな人とかいるはずなの。うん。だけど、頑張った部分は絶対残るんだよ。で、ダメなところも絶対残るんだよ。配信者って。だから、それはもう負の遺産として、ずっと自分が引き継いでいくものだからさ。だから、それはそれでいいんじゃん。ダメージは絶対返ってくるから。こんなんで賞金もらえるなら世の中甘いもんですわ。同意見ですね。うん、同意見です、全く。全く同意見です。こんばんは、サラスさんいらっしゃい。楽しかったらフォローしてください。コメントありがとう。ワドです。よろしく。まあ難しいところだよね。ほら、見てる人の主観とかってさ、もう、1000人、10人と色なわけじゃん。10人いたら10人の世界観があって、これはダメだろ、これはいいだろうっていうのがあるわけじゃん。やっぱさ、あの、ジャッジをしなきゃいけないわけじゃん、今回。絶対嫌われ役になるからさ、うん、そこはしょうがないかな。でも、レフェリーがしっかりやらないと、レフェリーがしっかりやらないと、やっぱりダメだと思ってるから、今回はフェアにやるよ。ダメなところはダメ、いいところはいいって。それは配信者とか売名とか全然関係ないから。仕事としてギャラもらってるわけだから、俺も。あ、フォローしてる?ありがとう、サラサ。あざーす。さすが。ワド、司会の部分以外、その後、誰でも、え?その後、誰の放送も見てない企画。あ、そうなんだ。まあ、ワドリスナーだったらそうだよね。ワドの方、司会頑張ってるかな、どうかな、ぐらいしか見ないよね。そういうもんでしょ。俺もツイッターとかでしか確認できてないから、なんとも言えない部分もあるし。生放送全員、追っかけらんないよ、正直。うん、俺も配信、自分の放送あるわけだし。あくまで任されてる仕事は、ね、あの、オープニングとエンディングの司会だっていう話なんだから。ジャッジメントも途中でやってくれっていう風に投げられたの。まあ、受けたけど、うん。そう。そこはまあ、嫌われ役買ってでもやんないとなっていう風に思ってる。金もらう以上。うん。まあ、仕方ねえよな。だから、なんか、新野鳥とか、なんで、その、不正したのに、とか、誰々が、とか、賞金渡すべきじゃないとか、多分、しばらく言われる気がするよね。なんか、そんな気しない?俺、するよ。なんか、根に持たれそうな気がするから。だから、こうやって時間を作ってみんなと事前に話し合ってんだよ。俺ね、実はね、ギャラ決まってないんですよ。だから、いくらもらえるかわかんない、俺。まあ、ただね、二日間俺の場合企画がっつりやってないから、うん。何千円とかじゃないの?わかんないけど。全然わからん。うん。そこはね、話全然俺は聞いてない。うん。モンスターのボスいい感じで、昨日撮ったんですよ。今日か。今日、ゲーセンで撮ってきたの。賞金あげるかどうか誰が決めるの?それが俺なんだよ。うん。それが俺なんだよ。うん。だから荷が重いし、事前にみんなと話し合って、あの、ある程度意見固めておくっていうか、みんなの、やっぱ、リスナーさんの意見が一番だと思うから、企画は。だから、リスナーさんの声を、いち早く、こう、聞いておこうと思ってんの。うん。
なんかこう、それが、まあ、仕事かなと思って。うん。じゃないとフェアじゃないじゃん。自分で独断と偏見で勝手に決めてたら、観客の声聞かないとダメでしょ。うん。見てる人が一番楽しいわけだから。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん。やいこさん、フォローありがとうございます。和道さんなのね、あげないでね。フェアにね、フェアに。うん。まあ、誰になのかもあるし、その M さんが誰に、その、金をあげない、渡さないでねっていうのもあると思うし。うん、でも最終的には、そら、企画者さんの動向もあると思うから、そこは聞くよ。うん。企画者さんの動向。主催者さんがどう考えてるのか一番なわけだから。うん、そこ次第だな。最終的な決定権はそこだと思ってるね。まあまあまあ、まあ、どっちにしろ、全員が納得するような形が理想だけど、ね、みんなの意見はなるべく取り入れるからさ。頑張ってない人にあげてほしくない。ヒカルとヤッチョが頑張ってるのを見てて余計そう思う。ね、すごい頑張ってるよね。でもさ、頑張ってるのはやっぱ心に残るから、それが一番だよ、配信者は。金だけじゃないよ。そう思うよ、俺は。頑張ってる姿とか感動する姿とかさ、実際に結果出すっていうのが配信者の醍醐味だから、ヒカルくんとヤッチョが頑張ってるっていうのは永遠に残るわけだから。で、それでフォロワーも増えてくるんだから、将来的に見たらそっちの方が賞金よりも価値が高いと思ってるよ、俺は。まあ人それぞれあると思うけどね。鼻が辛そうですが、風邪ひいてるんですか？慢性鼻炎なんですよ、僕。そう。金梅がちょっとでも参加したら参加拡散がすごいから最下位は参加のギャラみたいな感じでいいんじゃないですか。それもあるだろうね。っていうかむしろ企画者側からしたら金梅さん出てくれてアザスの状態だから、そうじゃん。ぶっちゃけた話、ぶっちゃけた話、企画盛り上がって、うわマジかよ金梅もいんのかよってなるじゃん。里美さんもいるしって、やっぱそこはレジェンドだから、それあると思うんだけど、うん、それはあるんだよ正直。金梅さんが出てきて美味しいっていうのはあるけどね、それってでも権力じゃん。どうなのっていうのはあるんじゃないの。難しいんだよ、だから俺が一番損な役もあるんだよ、うん、姫川さんフォローありがとうございます。新しいフォロワーさんです。難しい、ほんとそうなんだよね。盛り上げてくれたから盛り上げてくれた、そうだから、もうそれだったらもう企画者さんからもう裏金渡してほしいよね。賞金はなしだけど裏金渡すっていう。わかる？なんとなくニュアンス。うん、それが一番いいよね。企画としては俺はジャッジとしては渡せないけど。盛り上げてくれてあざすって言って、企画者さんが裏で渡してほしい。俺が知らないところで、うん。そんな人としてっていう部分が見えたらどうすべきかわかると思うけどね。どう見ても頑張ってない。うん。鼻炎辛いですよね。早く治るといいです。いや、もう子供の頃からなんで、薬とかも使ってるんですけど。うん、ヒカルとヤッチは別に好きでもないけど、二人は頑張ってる。それはすごく見てて。そうだよね。そうそうそう。だからそうなんだよ。結局、過去に嫌いな人、要は新ヤッチとか犯罪したから嫌い。ヒカルくんは何々だから嫌いって絶対あると思うの。人間だから、リスナーさんも人間だし。だけど、頑張ってる部分っていうのは残るんだよ。ああ、ちょっとやっぱ好きかもってなるじゃん。それが配信の俺は一番の醍醐味だと思ってて。人間、完璧な人間なんていないんだって。配信者なんか特にそうで、失敗は絶対するんだよ。で、その失敗が許せなくて嫌いになったとしても、頑張ってれば、あ、フォローしてやろうかなっていう心変わりは絶対あるから、人間だから。だからそれが一番の醍醐味だと思うんだよね。そんなこと言ったらさ、俺なんか過ちを犯しまくってるから。うん。で、俺のこと嫌いな人もいっぱいいるけどさ、頑張ってたらさ、あ、ワドちょっと誤解してたかもなとかさ、ワドいいやつじゃんみたいな、まあ過去やったことは許せねえけど、ちょっとこれから応援してやれよみたいなこと言われるもん、たまに。それが一番嬉しいから俺は、だから頑張ってるやつが好きだよ俺、単純に。そう。ちなみに言っとくけど、金梅さんディスるつもりもないし、俺金梅さんすげえリスペクトしてるからね。金梅さんをディスってるわけじゃないよ。うん、俺、金梅さん大好きだよ、配信者として。ただ、企画は企画ね。ルールはルールね。マナーはマナー。ただ、それだけ。最初から金梅はこの企画に参加する気はなかったわけで。いや、それは違う。トシ卵さん、めちゃめちゃあったの。
出させて出させてだったんだけど、要はもう参加者決まって告知してるからっつって抑えたの。だったら飛び入り参加って形で里見さんをフォローする形にしてくださいって。いや、金梅さんは金が欲しい、金が取れるってなったから参加、俺も出たい出たいだったの。10万円熱いじゃんみたい。そう。だけど急すぎるしっていうことで、今回はごめんなさい、里見さんのフォローに回ってくださいっていうことでこうなってるわけ。そう。だから金梅さんは参加する気は満々だった。それを和道さんがリスナーに伝えてないで金梅を叩く流れに持ってったのはまずいですよ。俺流れ別に持ってってないよ。金梅がやる気ないやる気ないっていうのはすげえクレームがいっぱい来てたの。うん。別に金梅さん叩くつもり全くないよ。それはタイムシフトに残ってるから見てごらん。里見は一番クズ女。森田さんいらっしゃい。どうするか、いつ決めんの。いや、だから当日もう夜8時だから、あと3時間後 ?2 時間ぐらい。うん、俺全然ないよ。ほんと動画に残ってるから。たださ、ほら、そうなのつって、それはなくないつって、金梅さんのところじゃあ行こうかっていう、確認しに行くよ、つって。それくらい、もうちゃんと責任持ってやろうしたの。なんか昨日の夜中俺行こうとしたよね、金梅さんの家ね。そしたら、金梅さんが眠いからいいって。企画明日ちゃんとやるから、違うからって、リスナーのポンプだからって本人がここの枠に来てるのよ。そう。俺は別に自分で売名しようとか全然ないよ、正直。むしろ結構まったり自分の枠でやってたいタイプだから。あ、そうなんだ。森田さんは里見さんのアンチなんだ。まあまあ、アンチも囲いもいるでしょ。あんだけ大手の配信者だったら。だからね、投資卵さんと本当意見一緒だよ。フラットに見てる。別に金梅さん嫌いとか一切ないし、悪いことは悪いっていうだけ。うん。本当にない。だからそんな役回りなんだよ。今回さ、まあ、投資卵さんと出会う形が違ったら、ああ、和道と話合うとか合わないとかさ、普通にフラットに見てもらえるじゃん。和道を配信者として。でもさ、こうやってさ、多分、投資卵さん、金梅さん大好きだと思うの。で、大好きな配信者が、そういう風に悪口言われたら気分悪いじゃん。俺もわかるから、それは。うん。だけどさ、冷静に見ないといけないじゃん。金もらってる、ギャラ払ってる、で、参加したがってるっていう、全部見てるから、俺は。多分、みんなよりもリアルな部分全部知ってるから。うん。だから、その辺はちゃんとわかってるから。うん。フラットに見るから。金梅さんをディスって売名しようとか一切ないよ、本当に。あったらもっと俺、和道だよ。俺、和道だよ。売名するんなら徹底的にやるわ。俺のニコ生での悪名みんな知ってるでしょ。俺がね、盛り上げる売名するとき何やるかみんな知ってるでしょ。橋本くんに酒はかける。野田造りにはね、うさぎのバーベキューやってたら肉を盗む。ロハコさんが炎上したらキスしてゲイだっていう、俺はそういう配信者だったの。で、もうそのスタイルやめてるから。やるんだったら徹底的にやるから。うん。リタイア組には彼やらんでよい。やっぱみんなそういう意見多いね。里見が頑張ったのは最初の30分だけ。のりちゃんとつまで。うん。いや、そう思わない。やるんだったら和道は徹底的にやるよって思わない。俺開き直ったらもう徹底的にやるもんね。それはさ、過去の配信見てたらわかるわけじゃん。だけど俺はギャラもらってる以上仕事は仕事でかっちりやるんだよ。うん。かっちりやりたいんだよ。そこはフラットに。フェアにやろうよ。頑張ってる人が報われないのはおかしいでしょ。うん。俺の立場、演者じゃないから。俺はあくまでレフェリーだから。司会進行だから。里見の金梅ポイントおかしいと思う。うん。うん、そう。やるときは徹底的に、もう炎上構わねえと思ったら徹底的にやるから。敵に回すときは敵に徹底的に回す。何もやってないのにエントリーだけで金もらったら今後もそういうやつ出てくるよ。難しいところだよね。だからスポンサーさんの意向じゃん。スポンサーさんが、いや、それで大手出るんだったら金払うよって言うんだったら、俺が口出す問題じゃないし。じゃん。ぶっちゃけた話、金出してんの俺じゃないからさ。金梅はこんなに企画参加してなくても賞金欲しいと思ってるのかな。それは金梅さんに聞くのが一番いいと思う。ヒカルくん頑張ってるよね。ノンさんいらっしゃい。楽しんでってください。コウスケさん、初見さん楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。和道です。よろしく。ひろゆきさん、実は佐野さんかお祭りの配信の件で和道さんのことよく言ってなかったのですが、ふわっちで和道さんの配信見て印象変わりました。多分ね、こういう風に言ってたんだと思う。ああ、和道はクズだからや。ああ。あいつゴミだから、マジで。クズ野郎寝坊しやがってよ、バカだよ。って言ってたはず。うん。金梅が嫌いじゃないからな、里見が残念だけど。いや、ちょっと光るだけじゃん。みんなそういうね、
金払うのはいいんじゃないか。今ね、二つ意見が出てて割れてるんだよ、本当に。すげえ難しいの。和骨さんいらっしゃい。あの体型では長時間歩くの無理。うん。金梅の月給知ってる？いや、わかんないですね、富子さん。富子さんさっきコメント盛り上げてくれてありがとう。いらっしゃい。リタイア組は賞金辞退するべき。それが一番綺麗だよね。要は賞金受け取りませんって本人が言ってほしいもん。じゃあ逆にどう出るか見る？もう俺が賞金渡さないとかじゃなくて、賞金受け取る下水顔し、金梅宣言、うわぁ、ビリかよ !3 万円とか、マジ少ねえとか言って、賞金受け取るところ逆に見たくない？もうそれでリスナーさんに徹底的に叩かれてほしいんだけど。もう、俺はもう普通に淡々と入って渡すと。もう淡々とやると。で、お前クズが、もう金受け取るんじゃねえ、ゴミが、配信やろうとか、それでブワーって叩かれてる方が俺は楽、正直。うん、俺は、だからもう、こなされた仕事、賞金渡すっていうだけでやりたい、正直。で、もうみんな叩いてよ、それだったら。うん。体調不良とか仕方ないと思うんです。でも公平に判断してほしい、それだけ。そうだね。体調不良はしょうがないと思ってる。それで行こう、ゲスなところ見るべ。じゃあ、どう？それで OK？ 俺はただ単にもう決められたルーティンワークやる。もうポイント計算して入って渡すだけ。うん。もう責任を放棄する。どう？それが一番フラットじゃない？もうリスナーさんに任せる。どう？受け取るのか辞退するのか、もう様子見るっていう。どれだけクズなのか。どう？どう？お金をあげる必要は全くない。里見がリタイアしてなかったら何の問題もなかったのに、里見が叩かれず、金丸が叩かれてるのは気になる。あ、全然ね、そんなことないよ。里見さんの悪い部分は悪いって言ってる。ただ、なんでそうなっちゃったのかっていうのは、まあ、投資たまごさんだったらわかると思うんだけど、たまたま、俺が配信その話題になってる時、金梅さんが枠開けたんだよ。だから枠が被るとポンプ入るじゃん。だから、里見さんがただ枠開けてないかっただけ。ただそれだけ。金梅さんでなんでこうなっちゃったかっていうのは、金梅さんが枠開いて、おい、バドがどうのこうの言ってるぞ。で、ふざけんな、金梅、ちゃんとやるみたいな流れになっちゃっただけなのよ。それは不本意。本当に本当に。だからわかる。本当にね、投資卵さんは、俺のことディスってるわけじゃなくて、本当に冷静な判断できてると思ってるから、ちゃんと伝わってるよ。俺も全く同意見。全く同意見。うん。多分話して合うと思う。ちゃんと話せる人だと思うから。里見は体調不良ではない。スポンサーはなんて言ってるの？それが、これ正直な話なんだけど、昨日の夕方、LINE がいきなり来て、本当は採点とかはやらない予定だったの。ジャッジはやらない予定だったのね、仕事の内容的には。だけど、スポンサーさんのところにクレームがガンガン言ってんだって。誰々が不正してるとか、誰々が働いてない、賞金渡すなとか。で、スポンサーさんは素人なわけだから、配信のことでも頭抱えてんだって。なんだこれみたいな。こんなの予想してないよ。でもさ、メールが殺到してるんだって。それで、和道くんお願いみたいな。ちょっと悪いんだけど、ジャッジ和道くんやってってなって、ああ、わかりました。っていうのが流れなのよ。だから俺も想定してなかったことなの。俺はエンディングとオープニングきっちりやるっていうのだけ想定してたから、まさか俺がジャッジもやるとは思ってなかったんだよね。そこスポンサーさんからぶん投げられると思ってたから。そんな感じなんだよ。困ってんだよ、俺も。ギャラを最下位の順位に入れてるから、別に参加のギャラはあるの？いや、その辺はわかんない。その辺は俺交渉とかは携わってないから。だから誰々交通費出してるとか裏金があるとか、その辺はわかんない、全然。うん。その辺は、個々の配信者はそれぞれあるんじゃないの？やっぱり。わかんないけど。金馬戦今やってないんじゃん？わかんないけど。頑張ってるヒカル君とやっちゃい失礼だよ。ゴロゴロしてるだけで金入ったら。まあね。でもまあネームバリューあるから、美味しいっちゃ美味しいからね、スポンサーさんからしたら。わかりやすい解説の。いや、わかりやすいっていうか、単純に正直に話してるだけだよ。赤裸々に話してるだけだよ。うん。別に誰ディスるとか、全員好きだし。うん。金梅和道枠で起きたら再開するとコメしてたのにな。言ってたよね。うん。深夜庁逮捕されてるからテレビ番組は絶対出れない。本当に4年も配信してたの？見たことないんだけど。柏文字さんいらっしゃい。はじめまして。和道です。よろしくお願いします。新しいフォロワーさん紹介します。4年目っていうか、3年放送して今4年目ですね。新しいフォロワーさん。ゆっぴさん、きみさん、りょうじんさん、フォローありがとうございます。和道さん知らないのか？かなり頑張ってたよ。
あのね、俺は俺で仕事やってたりとかさ、配信自分でやってたりとかして、ツイッターとかは全部チェックしてるんだけど、配信もちょろちょろ見てるんだけど、さすがにさ、参加者5人ぐらいいるわけじゃん、関わってる人。で、24時間ずっと貼ってることは無理よ。各枠見て、で、なんかこう、リスナーさんから、誰々今ポイント何ポイントだよっていうのをツイッターでチェックしたりとか、エゴサーチとか、そんな感じ、黒さん。正直体が持たない。ちゃんとみんなやってたら、交通費も含め参加費あるのはわかるけどね。まあ、それはあるよね。だから、じゃあ、俺の本音言っていい？もうここまで出かかってる本音言っていい？怒らない？言っていいっすか？ここまでも、もう結構きつくなってきたから、ここまで来てんの？言っていい？俺本音。もう言いたくないけど、言っていいっすか？あの、本音を言いたい。本音を。本音言っていい？本音。本音言っていい？言うよじゃ、怒らないでよ、本音ね。約束守ろうよ。企画受けたんだったらちゃんとやろうよ。周りが迷惑するから。どう？正論じゃない？俺なんかやった？俺不正した？俺不正してないでしょ。新役長も不正したのかどうかわかんないよ。三代目ヒカル君も頑張ってるんでしょ。迷惑かかんの、この人たちじゃないの。スポンサーさんにもクレーム言ってんでしょ？正論でしょ？正論でしょ？迷惑他にかかるんだよ。受けた仕事はちゃんとやろうよ。それがプロなんじゃないの？それは俺一番言いたいことなの。うん。だよね。それだよね。そこに尽きるよね。プロとして受けた仕事はプロとしてやれよ。だったら金もらうべきじゃないでしょ？放棄すんならっていう話でしょ。それだよね。そこはみんなブレてないんだよ。ただその、どこからがダメで、どこからはどこからな、かなんだよ。そこは、ほんとそれでしょ。俺困ってんだよ、正直。どうしたらいいか。だってさ、ぶっちゃけた話、俺、金梅さんにこうやって物申すのってすごいリスクあるんだよ。金梅さんって大手なの。俺が、正直な気持ち言って、いや、ちゃんとやるべきなんじゃないですかって、正論を言うだけで俺叩かれるんだよ。俺、ぶっちゃけた話、過疎なま主なの。力ないの。金梅さん敵に回す行為がどんだけ致命傷かみんなならわかるでしょ。金梅さんに可愛がられた方が得なんだって。わだ、おい、お前頑張ってるな、わだ。最近いいな、って。金梅さんに可愛がられ、釣り寄った方が絶対正解でしょ。俺、超嫌われ役で嫌なんだけど、本当に。うん。ハイリスクノーリターンだよ、俺。マジで。ただ、それはスポンサーさんとか、頑張ってる新野町とか、ね、頑張ってるヒカルくんとか、その人たちに答えたいからやってるだけよ。ただ、ミズニャンの家に空き巣、犯人ツバニャン。もうどうでもいいわ。でもヒカルくんはいつも金梅にちゃんと意見として間違ってることは、あ、そうだよ、そうだよね。それは、だからヒカルくんのいいところだと思う。お前は配信会から消えろ。チャッピーさんすいません。司会受けただけなのにね。カメアリ来て欲しくないから起きたら企画再開すると言っただけだな。マジレス申し訳ないけど、そもそも金梅や里見は正論は通用しないよ。お、これいいコメントね。忍び坂さんからの名言。そもそも、金梅や里見に正論とか通用しないよ。一理ある。今日一番の名言。説得力が半端ないね。カウンターが来たね。いくら正論を言ってもあの二人には通用しないんだよね。それがレジェンドなんだよ。そうなんだよ。そこなんだよ、難しいところ。関信吾知ってるよ。8年ぐらい放送サイト見てるけど悲しいかな。約束守らない生主が大半だぞ。まあそういうもんだよね。金梅はああいうポジションでいいと思うけど。まあそうなんだよね。正論通用しないよね。マジやだわ、ほんと。早く終わらせたい、この企画を。早く終わらせたいね。新しいフォロワーさん、高谷さんフォローありがとう、マリモさんフォローありがとうございます。名言だね。あ、この帽子いいっすか、ボギルさんさんありがとうございます。ありがとうございます。UFO キャッチャーで彼女とお揃いで撮りました。二つ撮りましたね。UFO キャッチャーの景品3000円かかりました。二つで3000円。でも結構気に入ってますね。それでもお金が絡んだ企画だよ。仕事だもん。正論を通用させるべきだよ。俺はそのポジションを徹底するけどね。賞金あげたら和道のガチアンチ化する。ちょっと勘弁してよ。
逆に賞金上げなかった時の反応みたい。ああ、そのパターンもあんのか。ツイッターフォローありがとう。みんなが真面目にやってもつまらんよ。まあね。まあね。金梅は放送、金梅を途中で投げ出すのはいつもの流れやから囲いは許してそう。まあまあ、そういうもんだよって思ってんだよ。許すと許さないじゃなくて、ワドバカだな。金梅のこと分かってねえな。バカだな、こいつ。ぐらいだよ。多分、金梅さんの囲いは。だから、物申した人ってさ、この人だけじゃん。金梅さんの囲いで、ガチで向かってきてくれたのって、この、なんだっけ。この人。投資卵さんだけじゃん。いや、ワドそれ違くねって。だから、金梅さんの囲いとかは、バカだな、ワドって。金梅分かってねえな、で終わりだよ。もう、投資卵さんだけだよ。ちゃんと向き合って意見言ってくれたの。うん。何もやらないで金だけ取りに来たら叩かれるだけ。まあ、それそうだよ、ね。企画としてしてるのに最後までやり遂げない。今なら金梅より光の方が大手。どうだろうね、わかんないけど。金梅じゃなくて里見に言うべきじゃない？そうそうそう、ポリスさんの言う通りで、その意見もあるんだけど、それはね、里見さんが金梅さんにバトンタッチするっていう発言からそうなっちゃったんだよ。要は企画を参加者として、金梅さんが参加して、金梅さんもやるって受け取ったわけだから、で、実際にやってたんだって報告を聞くと。リアトツやってたんでしょ？ってことはもう参加してるじゃん。俺の知らない間に。だったら責任持とうよっていう話をしたの。うん。賞金あげないのはあげないでいいと思うよ。そこはもう決定させようよ。来なかったらもうあげない。うん。それはもう確実に。うん。だからどんな顔してくるのか見てみたいよね。どんな顔して、賞金、どんな下水顔をして、里見さんと金梅さんがどんな下水顔をしてくるのか今日見物でしょ。用意は3万だよ、って言って、超下水顔してくると思うんだよ。打ち上げ行こうぜ。ヒカルくんの1位の金で、ヒカルくんのおごりな。言いそうじゃない？それを見たいかな、俺は。あと、金梅は実家にいるときは確かに大手。金梅さんは俺大好きだよ。面白いよ。うん、今回のヒカルで、ヒカルだけが株上がった。あとの人たちは予想通り。ヒカルくん株開けたよね、のんちゃんね。のんさんいらっしゃい。開会式は何時から？俺が現地入りするのは、スタッフさんと、なんだっけ、ゴジラの前に7時45分だから、もうちょいだよ。7時45分に待ち合わせてるから、7時半ぐらいに行こうかなと思ってる。何？ちょっと待って、ヘッドホンしてるから。何？あ、違う、別の、なんか新しいのんっていう人。のんちゃん？のんたん？コテハンが被っただけ。うん。大丈夫、大丈夫。ありがとうね。教えてくれて。うん。ごめんなさい。僕の彼女、のんって言うんで、僕の彼女、のんたんなんで、私書き込んでないよって。私書き込んでないのになんで呼ばれたのって。天然炸裂してた。かわいいでしょ。今日来ないんじゃね？来なかったら来なかったら賞金渡さないだけだから楽だよね。うん。いや、来なかったら楽でしょ。一番ありがたいパティーンだよね。いやいやいや、謝んないでください。うん。はい。新しいフォロワーさん紹介します。すごいね。今日87人も新規でフォローされてる。コウスケさんフォローありがとうございます。AJT さんフォローありがとうございます。頑張ります。よろしくお願いします。うん、ありがたいね、ほんと。のんたん可愛い。俺の彼女めっちゃ可愛いんだよ、ほんとに。金梅は、お金は飯とかすごいおごってるから、それはなさそう。打ち上げ逆におごってもらう。あ、そうだね。金梅さん確かに発腹いいもんね。みんな後輩の分全部払ってるもんね。確かにそれはなさそうだな。うん。サラサさん、ありがとう。彼女可愛いっすよ。うん。僕のほんと最愛の人なんで。あ、やっちょが切れそうだよ、まあ。やっちょも結構そういうとこあったんだ。結構言うタイプだからね。新しいフォロワーさん紹介します。にゃんさんフォローありがとうございます。にゃんさんフォローありがとう。のんちゃんが爆速攻撃するのだけは応援する。ガチャンチだからね。BB 弾で俺の彼女、スバニャンに銃撃してるから。初見さんいらっしゃい、サンチさん。ありがとう、コメント。面白かったらフォローしてください。和道さんの立ち位置きついな。ね。だったら俺も参加したかったよね。本当に。演者側で出たかったよ。まあ、そんなんね、リアトズ頑張るだけだからね、ひたすら。うん。司会のポジション一番嫌だ。難しい。ハートプレゼントありがとうございます、ニアンさん。
やっちょが一番金にがめつい。まあでもプロ意識あるからいいじゃん。金にがめつくても頑張ってたらいいと思うよ、俺は。それはプロ意識高いとも受け取れるからね。最後に登場するのを見てみたい気がするけど。いや、どんな顔するのか、今日どんな顔して俺と、こう顔を合わせるのか、俺見たいもん、金梅さんが。金梅さんがどんな顔して賞金受け取りに来るのか見てみたい。タさんいらっしゃい。やっちょ朝怒ってたよ。プロならやりきれって、和道さんと同じように。あー、まあまあ、本当にプロならやりきれだよね。タさん、あ、そうだったんだ。ありがとう、教えてくれて。うん。里見や金梅に賞金渡したら、企画を運営した会社が信用なくすだけだね。それもあるね。金梅、昨日リスナーに言われてお金はいらないって言ってましたよ。じゃあ、それだったらそれでいいんじゃないの。それだったらみんな納得すると思うね。かつ石松さん教えてくれてありがとう。新しいフォロワーさん紹介します。591人目のフォロワーさん。チャーチャンさんありがとう。サンチさんありがとう。ボブさんありがとう。3名のフォロワーさんです。ありがとうございます。頑張ります。僕、ふわっちメインでやってるんで、ふわっちフォローしてください。ぜひぜひ。ツイッターもやってるんで、ツイッターもフォローよろしくお願いします。和道さんの考えはよくわかりました。今回、里見がリタイアしてなければ問題なかったことだと思ったので、金梅が一方的に叩かれてる流れに意見しました。うん。まあ、それは、なんか、俺が言うのもおかしいけど、やっぱね、金梅っていう影響力がすごいんだよ。要は、金梅さんが何かをやるだけで、寝てるだけだよ。もうぶっちゃけた話で、金梅さんは寝てただけなんだよ。寝てるだけで事件なんだよ。俺らからすると。わかる？これがレジェンドなんだよ。ただ寝てただけなんだよ。眠いから寝たっていうだけで、俺らからすると大問題になるっていう。これは、だからレジェンドですよ。金梅寝る事件ですよ。金梅が何やっても事件だから、俺らにとっては。俺ら仮想配信者からしたら。大輝さんありがとう。うん。ドフラミンゴさん、おー、いらっしゃい。里見は基本的に約束守らないし、言い訳が多いですね。まあ、それはね、リスナーさんに見抜かれるよね。うん。まあ、いいんじゃない？それは彼女のスタイルで。わかんないけど。ペロさん、フォローありがとう。大輝さん、フォローありがとう。舞ちゃん、フォローありがとう。3名さん、フォローありがとう。ツイッターもフォローしてね。うん、そう。あとね、YouTube に今回の動画上げてるんで、もしよかったら下に書いてある、YouTube チャンネル登録もしてください。過去の動画、和道の動画全部残ってるんで、基本的に YouTube チャンネル登録今100人目指してるんで、あと40何人なんで、もしよかったら YouTube アカウント持ってる人、YouTube チャンネル登録してください。Twitter をフォローよろしくお願いします。今回の動画とかも全部載っけるんでね。風船10個ありがとう、大輝さん。あざーす。Twitter やってますよ。Twitter は下に書いてあります。Twitter もぜひフォローしてください。よろしくお願いします。里見も悪いが、金梅も引き継いだのに動かないのも悪い。いや、だから引き継いだら引き継いだでもう参加してるってことだよね。初見さん、コメントありがとう。え、やっちょ配信切れた、どうした、ポーちゃん報告ありがとう。うん、楽しみに行ってください。アイタンいらっしゃい。よろしく。面白かったらフォローしてね。メリクリさんこんばんは。いらっしゃい。おー、大好きちゃんいらっしゃい。ワド2、いつもありがとうね。うん。いやー、難しいな。新しいフォロワーさんを紹介します。595人目のフォロワーさんは、横浜の親父さんですね。横浜の親父さん、ありがとうございます。あ、電車で寝落ちしちゃったんだ。まあ、それだけ頑張ってるってことだよね。それだけ頑張ってるから、リスナーさん誰も文句言わないよ。こんだけ頑張ってたら。だって、昨日夜中まで一番最後まで配信してたのを、活動して渋谷に行ってたのは俺見てるから。あ、新やっちょ、やっぱ本気で、やっぱ大手になる人ってこういう人なんだと思ったよ。新しいフォロワーさん、596人目、アイタンさん、フォローありがとう。ポーちゃん、初見さん、ありがとう、コメント打ってくれて。初見さんでね、コメント打ってもらえるとめっちゃ嬉しいんでね。ありがとうございます。面白かったらフォローしてね。うん。夜配信するような、もちろん、やりますよ。今日は責任持ってぶん回してますよ、夜中の12時から。ニアさん、和道さんは YouTube で知った、初めて見ました。おー、じゃあ、俺の公式 YouTube も、登録してください。よろしくお願いします。パンタロウさんのコメント。やっちょとヒカルは体力の限界までやってますね。だよね。ここみんな言ってる。やっちょと、ね、ヒカルくん別に好きじゃないけど、今回頑張ってると思うっていうね、肯定、本当にみんな頑張ってるって言ってる。そこはやっぱね、配信者ですよ。森早さん、ごめんなさい。初見さん、皆さん、ごめんなさい。ちょっと花火あったんで。僕の放送ではね、花火が入るたびに、スクワット5回やります。1回、2回、3回、ありがとうございます、花火。4回、5回。
でですね、ゼリーさん、ゼリーさん。ですね、花火一発、いただいたらね、スクワット5回やるんですけれども、もしよかったら今日サービスタイムでね、長渕剛のモノマネで、好きな曲をワンフレーズ歌いますので、長渕剛が絶対に歌わなそうな曲をみんなリクエストしてください。長渕剛が絶対に歌わなそうな曲、なんか、ワンフレーズ歌うんで長渕剛。何がいいかな？なんかおすすめの曲あります？皆さん。初見さんみんなありがとう。面白かったらフォローしてね。ごめんね。ちょっとコメント多くなってきてさばけなかった。なんかもしよかったらリクエストしてください。全然寝てないでやってるもんな。かっこいいよね。全然先生わかんない。ごめんね。俺が知ってる。なんかベターな曲がいいかな。ベターな曲が。よく YouTube で和道さん見てましたよ。昔の動画。ドフラミンゴさんもしよかったら下に YouTube のチャンネルあるんで、登録よろしくお願いします。なんか、一般的にみんなが知ってる長渕剛が歌。隣のトトロ行きましょう。みんな、みんな、今日は、本当に、ありがとう！せい。最後の曲です。聴いてください。隣のトトロ。誰かが、せい。こっそり、小道に好みうずめて、隣のトトロ、トトロ、せい、トトロ、トトロ、ベストバック。ありがとうございます。花火一発でね、長渕剛で何でも歌うんで、よろしくお願いします。バガーありがとうございます。すいません、話逸れちゃって。閲覧が70人減りました。ありがとうございます。今のモノマネ一発で、70人閲覧が減るっていうね。持ってますね。うん、せい、うん、持ってますね。うん、そんなの興味ないっていう。金映えの話しに来たんだ、俺はと。うん、似てねえもんな。うん、やらなきゃよかったな。すまん。モノマネは評価できない。まあ、辛口だな。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。閲覧すごい下がったね。なかなかだよね。4分の1の閲覧を一気に減らす配信者もなかなかいないよね。600人目のフォロワーさん紹介します。ありがとうございます。うさぎ先輩、ありがとうございます。旅人さん、ありがとうございます。ドフラミンゴさん、フォローありがとう。マリさん、フォローありがとう。4名の方がフォローしてくれました。ちょうど600人です。今日1日でフォロワーさんが100人増えました。あざーす。あざーす。あざーす。頑張ります。ありがとう、みんな。600人、みんなありがとう。罰ゲームは何ですか？罰ゲームは聖剣好き1万回とかどうかな？配信で聖剣好き1万回配信。どうだろう？あ、パチパチありがとうございます。ありがとう、みんな。ありがとうございます。絶対企画放棄の里見には罰ゲームさせてください。企画放棄して賞金放棄するんだったらいいのかなと思ってるけどね。賞金受け取ったら罰ゲームは絶対やってもらうよね。それはそうでしょ。賞金受け取るんだったら罰ゲームは絶対してもらう。それはもう、絶対でしょ。新しいフォロワーさん2名さん。すずめちゃんフォローありがとう。まだおさんフォローありがとうございます。2名のすずめちゃんまだおさんフォローありがとうございます。すごいね。ふわっち楽しいわ。ふわっち来てるね。ふわっちだね。時代はね。本当にふわっちだと思うわ。本当面白い。初見です。よろしくお願いします。コメントありがとうございます。早く旅に出よ。いや、淡路ちゃん、そう言うなよ。俺だって色々あんだから。うん、まあ、地盤固めていかないですわ。うん、まあ、早く旅出ないですね。うん。その時は、ぜひ応援してください。フォローしときました。ポーちゃんありがとうね。うん、罰ゲームはまだ言えない感じとか。いや、全然決まってない感じ。何にしようかなって。なんかおすすめの罰ゲームとかあったら、ぜひコメントで書いてほしいかな。ドフラミンゴさんのコメント。まあ、里見はこれで二度とコラボには呼ばれなくなりますよね。どうなんだろうね。結局なんだかんで言ってネームバリューあったりとか、人集められる配信者は重宝するかんね。ヒデピョンさん、初見さん、コメントありがとうございます。面白かったらフォローしてください。後ろのスライムが気になる。これはね、キングスライムとホイミスライムですね。UFO キャッチャー結構好きで、俺が。UFO キャッチャー得意なのね。キングスライムはこれ200円じゃない。200円か。これ200円で撮って。これ1000いくらかかったかな。この帽子も UFO キャッチャーで昨日撮ったんだけど、3000円で2つ撮りましたね。UFO キャッチャー大好きなんですよ。そう、後ろにも、なんだ、エアコンの上にも UFO キャッチャーのぬいぐるみいっぱいあるんだ。うん。うん、今更ながらフォローしといて、あ、フォローまだしやがったんだ。
ありがとう、ありがとう。嬉しいっす。ありがとうございます。まあいいにゃん。ね。僕、ドラクエ世代だから、配信禁止。1ヶ月配信禁止はどうなんだろうな。俺はあんま配信禁止とか意味ないと思ってるかな。配信者から配信を奪うっていうのはあんまり良くないよ。新しいフォロワーさん紹介します。きなめちゅわんさん、フォローありがとうございます。ヤマハさん、フォローありがとうございます。父ちゃん、フォローありがとうございます。ツイッターもフォローしてありがとう。UFO キャッチャー配信してください。あのね、結構ね、UFO キャッチャー配信嫌がるところ多いんだよ、ゲーセン。結構ダメって言われちゃうの。見つかったらね、配信他の人映さないでやっていいって言うんだったらやりたいけど。ハチ公前で鼻フック。俺が考えた罰ゲームダメ ?9 時間かかったんだけど、俺は1万回聖剣好き。もう最後涙で泣きじゃくりながら6000回目ぐらいから記憶なくなるの。足ガクガクに震えて腕も上がんなくて全身筋肉痛。マジで次の冬動けなくなる。もう精神崩壊するぐらいきついの。聖剣好き1万回。ノンストップ。ダメ?それ。でも3万円稼ぐの大変。ほんと大変よね。どう?俺はそれ企画提案しようかなと思ってるね。罰ゲーム。どうなんだろう。あれは鬼畜だよね。もう本当に泣いたもん。31歳で泣いたんだよ。えぐえぐ泣いて、もうやめてくださいって言ったんだよ。もうきついんで、もう無理だよって言いながら聖剣好きしてたんだよ。あー、1回、2回とか言って。見てる方もきついよ、あれ。やっちょ渋谷に着いたみたいです。あ、そうなんだ。よかったよかった。ただ待ち合わせ場所新宿だけどね。あの、なんで渋谷に着いたのかわかんないけど。ミズニアンがパソコン壊されて死にそうになってる。と、配信者はとっても、俺もね、うなちゃんマンにパソコン壊されたけどね、うん、配信機材壊すとか考えられないよね。うん、はぁ、あ。きついもんありますよね。17時45分か。罰ゲームはその場でやるの?後日。いや、やるんだったら別にいつでもいいと思うよ。日にち決めてっていう感じで。今日のカラオケはね、あの、ポニーコピアって言って、毎週日曜日に集まってる、あの、知り合いのカラオケ大会ですね。毎週やってんですよ。週2回やってて。浅井さんっていう神様、自称神様が知り合いの、あ、ごめんね。今音うるさかったよね。ああ。うん、自称神様。ロハごとチューしながらもう泣いてましたよね。あれは泣きゲー。あれは泣きゲー、正直。あぐびちゃん。あれは嘘。嘘泣き。本気泣き。聖剣好きは本気泣き。ブラックカッツさん。普通、空き巣なら機材まで壊していく無駄な時間使わないから、ミズヤンの一番大事なものを壊すってことは、恨みだよね。あー、そうだよね。それっぽいね。そんな感じする、俺も。支援だと思う。怨恨の可能性高いよね。ロハコさん、昨日なんか、あの、ゲーセン行くときに誘ったんだけど、ロハコさんゲーセン行きましょうって言って、あ、僕はですね、って今、あの、男性リスナーさんが家に来てるので、行けませんっていう LINE メッセージが来てた。おい、マジンさんこんばんは。ロハコの唾美味しかった。舌がね、あの、3時間ぐらいず、舌、1日ずっと痺れてたね。ロハコさんとベロチューした舌がずっとビリ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 してた。なんか毒でも盛られたのかなみたいな。カバネカバネを盛られたのかなと思ったよ。ミズニアは新しいパソコンが欲しいアピール。あー、いい読みだな。いい読みするな。いい読みするな、おい。やっぱリスナーさんは騙せないよね。目が肥えてるよね、ほんと。その可能性もなくはないよな、正直な。正直なくはないと思う。浅井さんって精神障害者?歌い方が。いや、多分知的障害者だって本人は言ってますね。っていうかね、あの、瞑想でね、光に触れちゃって脳が多分焼けたんだと思うよ。あの、神様、自称神様で。障害者とかじゃない、なんだ、難しいよね、その線引きは。でもいい人だよ、すごく。
障害者だろうが何だろうが、浅井さんは僕にとって大切な人っすね。あんまり気にしてない。俺自身も障害者だから。俺はアスペルガー症候群なんだよね。マナミンさんいらっしゃい。だったらパソコン、だったら壊すのはパソコンだけだろ。あー、そっか。いい読みだな。はいはいはい。まあ俺がね、水谷の放送見てないからね。その話聞きたい瞑想。今度するよ。うん。俺も座禅とか、あの、ガキの頃からやってるから。そういう話も結構するから。今度ゼリーさんその話しよう。新しいフォロワーさん紹介します。606人目のフォロワーさんです。プータンさん、ありがとうございます。プータンフォローありがとう。もしよかったら、YouTube と Twitter もチャンネル登録とフォローよろしくお願いします。警察呼ばないのに違和感。あ、まあ、それは変だな。金梅は FC2 の件で逮捕近いらしい。あれはまずいね。正直、FC2 でも逮捕者出てるし、結構厳しくなってるの。結構ガチでやばい可能性あるね。うん。まあ結構、症候群的な病は誰にでもあるよね。そう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 。だからまあ病気なんかさ、誰でも大なり小なり持ってるもんだと思ってるから、俺は浅井さん好きだから別に、障害とかどうでもいいんだよね、正直。うん。そうそう、金梅さんとツバニャンが、もうパコリ配信、フェラとかもうがっつり、挿入とかがっつりやっちゃってて。で、逮捕者出てんの。だから、まあ多分金梅さんも引っ張られるんじゃねえかって言われてる。FC2 で、なんつうの、なんだ、フェラしてるのとかもう全部出回っちゃってんだよね。え、警察に行ったし、今警察に被害届出しに行ってる。あ、そうなんだ。ごめんごめん。ありがとう、教えてくれて。マナミンさん。俺がほら、配信見れてないから、配信中だから。そういう情報すげえ助かるわ。ありがとうね。FC2 アダルトかな？うん。そう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 。結構やばいと思ってんだよね。今、警察すごい、アダルト規制かけてるから。金梅さんすごいよね。結構前じゃない？ 10 月の23とかじゃなかったっけ？10月だよね、あれ、配信したの。逮捕って忘れた頃やってくるからね、半年後とかに来るから。可能性あると思うよ。ただまあ、金梅さん気にしないだろうね、ぶっちゃけな話。うわ、警察とかお前美味しいだろ、おい。とか言いそうだよね。ガサ入れ配信しようかな。とか言いそうだ。マジ美味しいだろ、おい。ゆきんこさん、初見さん、コメントありがとうございます。楽しんでってください。楽しかったらフォローしてね。私も通報したから他にも同じ通報があって、調査してるって言われた。危ないね。おい、ふうさん、こんばんは。楽しんでて。金梅それすらネタにそう。まあ、マイニャンの言う通りで、金梅さんクラスになると人生全部ネタだから、その可能性はあると思う。FC2 運営自体がいろんなところから訴えられて裁判やってるんでしょう。本社もガサ入ってるから、結構厳しいと思うよ。似てる？最近ね、金梅さんすげえハマってるんだよね。うん。まあ、逮捕は効かないと思うよ。懲役食らっても多分、金梅さん効かないと思うよ。もうそれくらい覚悟して配信やってるっていうか。花火ありがとうございます。よいしょ。行かせていただきます。旅配信に使わせていただきますね。ゼリーさん、ありがとうございます。1回、2回。3回、4回、あざーす、ゼリーさん。ありがとう。よいしょ。無修正配信が日本の法律に引っかかるからってことだよね。そうだね。なんかその前例ができたらしくて、結構その、厳しくなってんだよね。うん。結構有名な FC2 アダルト配信者が捕まってるんだよ、最近。うん。金梅さんもやられるだろうっていう。まあ、見せしめにもなるしね、金梅さん捕まえたら。ビールコートさん、フォローありがとうございます。そういう感じ。まあ、正直難しいところだと思うよ、その辺の判断っていうのは。っていうか、金梅さん今日配信した？それが一番知りたい、俺は。金梅さんは今日起きたら配信する企画やるって言ってたの。ビールコートさん、フォローありがとうございます。初見さん、ありがとう。あやしん、こんばんは。いらっしゃい。みーさん、初見さん、ありがとう、コメント。楽しんでて。面白かったらフォローしてください。金梅配信してない。確定？どう？してない。初見さん、ゆうちゃん、フォローありがとうございます。楽しんでてください。面白かったらでいいんで、フォローしてください。朝、ラジオ放送して、イケボ？なんだそれ。企画やってない。みみさん、やってない。金ちゃん、今起きた？今起きた。
今Now? 今え、牧野さん、それ、どこ情報？今、俺調べるわ。どこでやってんの、金梅さん。ともちゃん、お疲れ様。メガネない方がイケメンですね。ありがとうございます。こんにちは、お邪魔します。なお、06さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。あとね、告知なんですけれども、Twitter もやってます。YouTube もチャンネルありますので、ぜひ、YouTube チャンネル登録してくれると一番嬉しい。YouTube チャンネル登録して、100人今目指してるんで、YouTube チャンネル登録お願いします。下の URL にあるんで、ぜひぜひ、面白い。香川さんの、配信中にオナニーする暴露ネタとかいろいろあるんで、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。もしよかったら Twitter もフォローしてください。お願いします。金梅ツイート、ちょっと見てみようか。金梅さんの Twitter。Twitter ね、OKOK。今見てみるわ。大丈夫かよ。これから YouTube 登録する。ありがとう。みんなありがとね。ふわっち。生放送は全部ふわっち、はい、専属でやってるんで。金梅さん見てみようか。金梅。っていうかもう絶対逆転なくねえか。金梅さん逆転絶対ないでしょ。うは、今起きた。風呂の電球が切れてる。ウェ、ウェウェ。9分前。ウェウェじゃねえよ、ほんと。風船ありがとう。気になってたんですが、後ろの音楽は動物の森ですか？うん、違うよ、これは。これはフリー素材の音楽です。音楽変え、これが和道の定番の音楽ですね。これ動物の森っぽいってよく言われるけど、フリーで商標利用可能のね、無料で提供してるサイトがあるんですよ、音楽を。そこで拾ってきたやつですね。新しいフォロワーさん紹介します。よしみさん、フォローありがとうございます。609人目のフォロワーさんです。ありがとう。はい、ありがとう、よしみさん。コメントもありがとうね。楽しんでて。金梅さん大丈夫かな？マジで。不安になってきたな。なんか今日荒れそうじゃない？俺すげえ嫌な予感するんだけど。なんか今日なんか炎上しそうで嫌だ。なんか、今までもあったんだよ。俺全く悪くないのに、俺が炎上するパターン。なんかすげえ叩かれそうな気しない？なんかすげえデリケートな配信だと思う今日。なんかちょっと賞金渡す渡さないとか、どこで減点しなかったとか、超細かいことで根に持たれそう。今から連絡してみたらいいよ。もう連絡するだけで炎上するぞ。いいいい、もう触らぬ神たたりなしだよ。やっちょとヒカルが賞金もらえるのはわかる。企画してないやつがもらえるのはありえない。正論。ゆうちゃん正論。今から連絡ね。あんた誰？キッチョンさんいらっしゃい。楽しんでってください。和道と言います。よろしくお願いします。面白かったらでいいんでフォローよろしくお願いします。金あげなきゃ大丈夫。みんなリスナーも頑張ってるからね。そうだよ。リスナーさんだってね、ずーっと見てるわけだからさ。休みをね、貴重な時間使って。それはね、怒ったりするよね。うん、新しいフォロワーさん紹介します。610番目のフォロワーさんですね。なお、06さん、フォローありがとうございます。あざす。いやー、難しくなってきたね。どうしようかな。マジで今日の采配厳しいな。まあ、まあ、大体でも話固まってきたよね。うん、金渡すのはどうなのっていう。金渡すのっていうか、もう、リタイアしたんだったらリタイアしたら辞退するって話だね。まあ、里見と金梅に参加してもらうことによって、そうなんだよ、そうなんだよ。そう。認知度を広まるから金もらってもいいとは思う。そう。だけど、頑張ってる人がいるのに、あれはなくねっていう意見だから、だからもう、さっきも話したんだけど、ラコステさんの言う通りで、もう、賞金は自体本人からしてもらって、運営から、企画の運営会社から裏金をもらってほしい。俺は知らないところで。そしたらもう円満だと思うから、ね、金梅さんと里見さん文句ないでしょ。配信上でリスナーも文句ない。もう裏金しかないと思うね。ジャッジはどうするの？ポイントは自己申告制でいいの？一応ルールは決まってて、見てください。ホームページに載ってます、細かいルールは。難しいところだよ。そう。もうその辺は裏金で、大人の事情で裏金。俺はタッチしたくないね。新しい配信、フォロワーさんをご紹介します。新しくフォローしてくれた方ですね。ガッツ石松さん、ありがとうございます。ラオウさん、ヘタレオタさん、フォローありがとうございます。ミーさん、フォローありがとうございます。
本日の現在の、フォロワーの登録数は今日1日で、113名となりました。皆さんありがとうございます。ナマポンさん、知名度って書いた愛よに知名度ん知名度って書いて愛よ認知度に変えて読み上げたけどね、笑った。あのホームページは俺が作ったわけじゃないからその辺は分かんないんだよね、うん、なんかあの運営会社さんプロダクションの方が作ったサイトだからその辺分かんないね。 YouTube 登録してきたよ。楽しい配信期待。よしみさんありがとう、うん、ホームページの裏るがググり方を教えてください。ホームページどこにあるかな。誰か URL 貼れる人いたらもしよかったら貼ってください。よろしくお願いします。自分から賞金辞退するべきなんだよ。俺が賞金渡すかどうかじゃなくて、企画を降りるんだったら辞退するのが普通だから、マナーじゃん。で、連絡一本、ね、まあ、ミキティにしろ、金梅さんにしろ、里見さんにしろ、降りるんだったら、普通に企画の人に、か、俺に、っていうか、ま、関わってる人全員に、俺降りるわって言うべきだよ。昨日ラジオ配信してた金梅は体調悪いって言ってたけど、ヒカルくんは今日朝から体調悪いけど頑張ってるから、そこを見てあげてほしい。そうだね。ほんとそうだね。もうヒカルくんは、もう悪い噂今回一切ないね。超頑張ってると。で、感動したっていう。もうすごい株上げてる。うん。ヒカルリスナーから来ました。あ、そうなんだ、ラオさん。ヒカルくんとすげえ仲いいんでよろしくお願いします。僕もヒカルくん大ファンですね。大好きです。うん、お、皆さん、ありがとうございます。なんとですね、大手配信者、ランハゲさんを超えて、おすすめ1位になりました。ありがとう。おすすめ1位になりました。ありがとうございます。ランハゲさんをギリギリ超えました。あざーす。快挙ですね。うん。嬉しいなぁ。ランハゲさん力あるからね。初見です。私もヒカルくんリスナーです。笹さんありがとう。ヒカルくん僕仲めっちゃいいんで、もしよかったら放送面白いなと思ったらフォローしてください。バーガープレゼントありがとう。ミキティは途中で配信なかったけどさっき配信してた。あ、そうなんだ。企画続けてるんだったら全然いいね。俺もね、全部の配信今のところカバーできてないからさ、ほんと申し訳ないけど、まあしょうがないよね、それはね、うん、うん。バーガープレゼントありがとうございます。やっちょもなんだかんだ頑張ってるから考慮してあげて。まあ考慮してあげてっていうか、考慮はするけど、ルールは明確に出てるから企画のポイント別に考慮はするよ。頑張ってるのは考慮するけど、ポイント加算とかないからね。ルールは厳格にあるから。そこはみんな間違えないでよ。ああ、頑張ってるか、お前50ポイントプラスだよとかないからね。それ不正だから。マジ何もしてないやつに賞金あげちゃダメだよね。みんなそう言ってる。みんなそう言ってる。バカプレゼントありがとう。まあ、そりゃそうだよね。うん。ランハゲ、ランハゲ、どこが面白いのかわかんない。いや、ファンがいるんでしょ。面白いと思ってる人がこんだけいるんだからすごいと思うよ。尊敬してるよ。やっぱ人集めるの大変なのはよくわかってるから、本当に大変なんですよ、配信で人集まるって。うん、未だに配信してるのやっちょだけ。すげえな、本当に。ほんまヒカルは根性あるからいい。ねえ、根性かっこいいよね。なんだかんだ1位取り続けてるからね。そもそもビリに賞金あるのが間違いだよな。それはね、俺もね、言ったんだけど、うん、それは運営の方針だから。詐欺で捕まってるからニコ生でほとんど相手にされなかったのにね。ゆきのさん、過去、過ちを多々犯しております。その上でフォローするかどうか考慮してください。前科3犯です。声を大にして言いました。はい、ゆきのさんのコメントを拾うっていうね。新宿に行きたいけど夜から仕事なんで行けない。あー、今日ね、いっぱい集まるからね。ゆうこさんこんばんは。楽しんでてください。ひなさん風船ありがとう。ピピアンヌさん、初見です。お邪魔します。楽しんでください。バーガーありがとう。ありがとう。面白かったらフォローしてくださいね。ビビアンヌさん。ありがとう。タさん、ヒカルさん、ヒカルが朝、賞金全部預かってるって見せてた。打ち上げの代金ももらってるみたいやから、金梅さんも来そう。反省会だな。ミキティずっと配信してなかったのに、ヒカルくんと同じ、とこ張ってて横取り感がある。いや、ね、正直言うと別にサボってもいいんだよ。サボってもいいんだけど、ぶっちゃけだってその賞金が減るだけだから。だけどリスナーさんは怒るよね。頑張ってる。だからアリとキリギリスみたいな話でしょ。一人はせっせか働いてて、一人は寝てて、でリスナーさんの評価が俺一番のね賞金だと思うから、
ミッフィー逆転勝利狙ってる。いいじゃん、いいじゃん、頑張れ、頑張れ。ひなさん、初見さん、楽しんでってください。面白かったら、フォローしてください。コメントありがとう。世界の A 番さん。世界の A 番さん。そこまで企画自体が細かく設定してなかった主催。司会の責任もあるだろう。責任を参加者だけにすりつけるな。はい、すいません。真面目そうなのに、まあと仲良かったんですか？いや、もう縁切ってますね。僕は。はい。もう顔ぐちゃぐちゃにされてるんで。全治1ヶ月で複雑骨折してますね、顔が。うん、もう2回あるんで。もう縁切ってます、僕は。新しいフォロワーさん紹介します。しょんこさん、フォローありがとうございます。しょんこさん、フォローありがとう。615人目のフォロワーですね。しゃっかり打ち上げは参加するだろうね。それはまあいいんじゃないの。それは全然ありだと思うよ。それは全然ありだと思います。俺だから鼻ここ、傷でっかいのあるでしょ、ここ。これ、こっから下全部ぐちゃぐちゃになったんだよ。鼻曲がってんの。これ、全部そうだよ。ここ。傷あるでしょ、ここ。でっかい傷。こっから下全部ぐちゃったんだよ、鼻。未だに曲がってるでしょ。そうそうそう。あと、どこだっけな？どっかにも傷残ってるけど。正直行ったことないっすよ、僕。フェンダーさんいらっしゃい。企画配信って難しいんだな。まあね、人が関わる人が多くなれば多くなるほどトラブルは起こるよ。なんで金もらわなかったの？先輩の後輩だから、先輩が、勘弁してやってくださいって言ったんで、一言で、あ、わかりました、つって。ただ、縁は切ります、とは言ったけど。そう。そうだよ。あ、そうなんだ、ゼリーさん。あ、全然全然、ブラザーで全然いいと思いますよ。ただ僕はもう、2回会ったし、警察沙汰にもなってるんで、もう縁は切ってます。はい。まあまあ、そこはね、配信とはまた別だと思うんで。全然全然。ナムポンさん、そうなんだね。まあ、終わったことだからね。俺は全然根に持ってないけど。ただもう、付き合いはできないかなっていう感じかな。正直ね。まあいいや。過去にね、結構人気のあった配信者さんがいるんですよ。あ、わかんない、全然。もう本当に、逮捕される3ヶ月ぐらい前からもう関わりなかったから、俺。ルール見てきた、大好きちゃん。お帰り。ヒカルが今日昼に行ってたのと違うのは何でですか？ん？グデグデさんどういうことだろう？ヒカルが今日昼に行ってたのと違うのは何でですか？ん？どういうことだろう？あ、ゼリーさん、花火ありがとう。スクワットします。ありがとうございます。一回。のりこさんは、のんたんね、後ろにいるよ。三回。四回。はい、5回。あ、効いてきたな。筋肉痛だな、明日。ありがとうございます、花火。ありがとうございます。後ろにいる、後ろにいる。フォローありがとうね、みんな。新しいフォロワーさん紹介します。すごいね。今日止まんないね。ひなさん、フォローありがとうございます。頑張ります。いやいや、もう面白くないよ。だから、なんで派出所に行ったり土下座してるっていうのはもう顔ぐちゃぐちゃになったりとか、トラブルが多かったから、友達とか本当に心配して、もう命の危険さらされるから、もう謝るでも土下座でも何でもいいから、もう関わりきりなっつって、もう逃げるのが勝ちだよっていう風に言われてて、そう、まあ動画に残っちゃうからね。皆さん、タイトルで釣るな。いやいや、一応今回採点しないといけないんで、すいません。皆さんいらっしゃい、楽しんでてください。Rさん、企画面白いです。ね、いい企画だよね、企画自体は。2回、3回と盛り上がっていきたよね。本当にいい企画だと思う。まだね、1回目だからね、不備もいっぱいあるけど、もうちょっと整えていかないとなっていう部分もいっぱいあるよね。そこは本当にあると思う。エンディング、荒れそうだね。エンディング荒れるだろうね。エンディング荒れると思うよ。エンディング荒れると思う、正直。いやー。次もお願いします。あ、俺の企画じゃないよ。俺は、企画の設計者じゃないよ。設計には携わってるけど、企画をしてるのは、プロダクションの方なんで。僕は、司会を依頼されてる感じです。そう。企画自体は企画のプロダクションがあるんですよ。リアルライフっていう会社の。だから、リアルライフのホームページに詳細載ってるんで。金馬英さんいらっしゃい。
タイトルで釣るのがすいません。申し訳ないです。本当にすいません。はい。一応まあでも、関係ないことではないんで、一応採点しないといけないんで。はい、すいません。申し訳ない。みんな疲れてるだろうね。リスナーも楽しみにしてるから配信者は必ずする感じにしてほしかったです。そうだよね。まあ、こういうのも含めて、こういうのも含めて、ああだこうだなるのも含めて、なんか配信っぽいっちゃ配信っぽいなとは思うけどね。なんか、ああでもない、こうでもない、誰かズルしてるってなるじゃん。だから、それが配信なのかな、やっぱり。うん。便乗放送するな？便乗じゃなくない？じゃあタイトル変える？タイトル変えた方がいい？だって、俺、あと何時間後かにジャッジしないといけないんだよ。この人たちが今どういう活動してんのか把握しないとやばいよ。だってその場で勝手に賞金とか渡すことになってたんだよ。司会のギャラ、いただけることになってます。いくらかはまだ聞いてないですね。うん。司会と一応判定員だよ、俺。さすがにこれ売名じゃなくねえか。うん。だって、いきなりさ、配信全く状況を知らないでさ、行ったらさ、誰が不正してた、誰が寝てたとか全部わかんないんだよ。さすがにこれ売名じゃないでしょ。うん。じゃあ、フォローとか関係ないじゃん。フォロワーとか。ん？フォロワーってどういうことだろう。里見は失格？いや、失格っていうか、辞退したっていう話と、辞退してないっていう話があるから、ちょっとそれは確認しないとなと思ってる。そう、俺は提案したの。ミラー、ね、ここでミラーで実況、全部、ウィンドウで実況しかやった方がいいですよっていうのは提案したんだけど、ちょっとね、なんつうの、売名になるんじゃないかとか、いろんな理由で、それはなしにしました、今回。今回はなし、見送り。ただ、一応提案をしましたね。やっぱりマルチウィンドウで見れる放送があった方がいいっていう、部屋の中で。便乗の何も企画の司会だしな。うん。便乗じゃないじゃん、司会者。お初です。タカさんいらっしゃい。フォローありがとうございます。フォローじゃない、コメントありがとうございます。楽しかったらフォローしてください。不正と思われたら和道さんに言うの。うん、そうそう。俺が判定を、結果は判定するから、なんかみんなが報告してる感じ？なんか誰々が寝ててサボってるだとか、誰々は悪くないとか、誰々頑張ってるっていうのをみんなから聞いてる枠なの、これ。うん。深夜ちょっと光るだけでいいんでない？みんなそう言ってる。みんなそう言ってるね。本当に。司会者&審判員、実況やってほしかったわ。実況はね、一応なしっていう方向だったんだよね。一応提案はしたけど、俺じゃなくて誰かがやった方がいい。実を言うと、正直言うと裏話を言うと、実は司会者を入れた方が絶対いいって言ったのは俺なの。そう、企画の初期のプロットの設計の時に企画書を見て、司会者いた方が絶対面白いですよって言った時に、司会者いねえなってなったの。誰がいる誰がいるって。いや、誰々は演者で出したいって言って、あ、じゃあ僕やってもいいですよ、今回はって言って、ああ、じゃあやってよっていう流れだったの。そう。そういう流れ。見つからなかったのよ、司会が。司会を提案したのよ。そう、司会と、その、賞金総額ないみたいなのあった方が、閉まるじゃん。ぐちゃ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 なるじゃん。うえぇーとか、お前10万かよみたいな、ぐちゃ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 やるよりも、リスナー的には、オープニングと締めは絶対30分でも10分でもいいから、タイトルコールとかやった方がいいんじゃないですかっていう提案をした。ジャッジ側に金杯と喧嘩するな。ジャッジ前に金杯と喧嘩するな。いや、喧嘩してないよ、全然。いや、ちょうどヒカル君はマジで頑張ってる。うん。あ、ヒロミさん初見なんですね。ありがとうございます。コメントありがとう。うん。喧嘩してない。金林さんと。頑張ったポイントで視界が100上げるとか。いえ、一応今回はそれはないですね。ごちゃごちゃさせてるのはお前じゃん。どういうことどういうことどういうことうん。ちょっとわかんないかな、ゆきのさん。うん。喧嘩してないし、どうして俺がごちゃごちゃさせてるんだろう。うん。こんばんは、トロさんいらっしゃい。楽しんでってください。和道さん友達多そうですね。友達全然いないっす。友達全然いないっす、僕。うん。司会は和道さんでよかったけど、ミラーないのはなんかね、ミラー欲しかったよね。和道さん参加してない。俺は司会ですね。司会。いろいろポンプ入ってるみたいだね、なんかね。なんか、まあ、しょうがないよね。まだ、あの彼女と、あ、ついてますよ。ノンタは後ろにいますよ。古代さん和道2来てくれてありがとう。うん。喧嘩してないっすね、全然。昨日も枠にコメントを金梅さんから打ってもらって、明日頑張るからって言ってたんですね。ポンプ多いね。タさん。確かにヒカルの枠で和道さんがジャッジ前に揉めないでほしいってヒカルが勘違いしてたよ。揉めないでほしいっていうか、
揉めないでほしいとかじゃなくて、リタイアするかしないかとか、そういうことを放送で言わないでほしいかな、じゃあ。参加者じゃない人が急に参加したりとか、やっぱ俺辞めるわ、金いらねえわとか言い始めたら、ふざけんなってなるでしょ。だったら、それだったら支援者とか、司会とか、関係者に言うのがマナーなんじゃないですか。間違ってる俺が言ってること。自分で受けた仕事だったら最後まで全うしましょうよ。金もらってるんだったら。ダサいっすよ。うん。ね。なんか勘違いしてる人多い。湧いてる。うん。と俺は思うよ。金もらってて企画受けたんだったら、だるいんだったら、最初からリタイアするぐらいだったらなんで受けるんだろうっていう感じがするけど。うん。光はいつも勘繰り派ですし。間違ってないと思うよ。うん。普通に。ね。いや、マナーでしょ、それは。とにかく、ジャッジ前にグダグダ言うな。グダグダ言うな。どういうこと？どういうこと？別にグダグダ言ってなくない？常識とマナーは守るべきだよっていう話をしてんのよ。間違ってなくない？うん。筋は通そうよって話してんの。仕事？ゲーム？いや、企画だから仕事じゃない？ギャラ発生してるわけだから。うん。再判定で揉めそうですね。まあ、どうなんだろうね。まあ、揉めそうだよね。はい、ありがとうございます、エリーさん。スクワットします。ありがとうございます。旅配信頑張ります。ゼリーさんありがとうございます。3回。4回。5回の。たっくんさんコメントありがとうございます。ディスって閲覧稼ぎって言われてるけどどう思いますか？僕が何をどうディスったのか教えてください。うん。いつ僕がどのように誰をディスったんですか？金橋さんディスった？俺。ディスってないと思うよ。この枠見てる人だったらディスってないっていうのが、ね、タイムシフトも残ってるわけだから。ディスってないよ、全然。うん。リタイアするっていう、なんか金梅がやる気ねえぞとか寝てるぞ、リタイアするって言ってるぞ、里見なんじゃないの、あの企画者っていうクレームがブワーってきたの。で、だったらリアとして確認しようかって言ったら眠い。いいから。だったら金いらねえよ、ぐだぐだ言われんだったらや。ああ。って言われて、えってなるじゃん。で、コメントで、いや、明日企画やるからって言って、あ、そうですかって言って、あ、わかりましたって言っただけだよ。俺何にもしてないよ、別に。うん。ミミさん。昨日、里見走っていて元気だったけど、途中で金梅と喧嘩したから調子悪くなったんだよ。うん、あ、そうだったんだ。それ知らなかったわ。ミミさん、ありがとう、教えてくれて。うん。フォローしました。あ、ロコさん、ありがとう、フォロー。新しいフォロワーさん。あ、その前に、花火スクワットします。ありがとうございます。もうこのままやるね。だから、全然、炎上とか、なんとかじゃなくて、普通に仕事を全うするべきだと俺は思ってるんだよ。じゃないと、金もらってるスポンサーさんに申し訳ないじゃん。参加者が4組で主催者の意向。いや、そうだね。うん、4組ぐらいでやろうって言ってたね。その辺は、俺全然わかんない。ブッキングはやってないから。マスさん、バーガーありがとう。新しいフォロワーさん紹介します。618人目のフォロワーさん。ロコさんと紅茶さん、フォローありがとう。もしよかったら YouTube もフォローしてください。みんな一人なのに二人でっておかしくね。あ、それはね、事前にオープニングの時に OK 出してます。メタルさん、初見さんありがとうございます。ゲルゲ殴ってないです。はい。ゲルゲさんには指一本触れてないですね。ぬこのめさん。ぬこのめさんありがとうございます。花火ありがとうございます。禁断に言われたんじゃないの。ポンプに言われたんじゃないの？俺は全然わかんない。金馬さんとは別に揉めてないよ、俺。3位くらいしか賞金出さなきゃいけないのに、みんなに出すから怠けるんだよ。まあ、それはね、ちょっとあるよね。ロクちゃんこんばんはいらっしゃい。花火ありがとうございます。ハートありがとうございます。風船ありがとうございます。潜って見てました。フォローしました。あ、じゃあ新しいフォロワーさん紹介します。621番目のフォロワーさんです。クゲ太郎さんとサーポンさん、ヒロミさん、フォローありがとうございます。ヒカルの意見は打ち上げとかで金梅さん、ないっすよ、みたいな感じで意見して欲しかったみたい。あ、そうなんだ。うん。いや、でも、途中でリタイアするって言われたら、司会者としてはほっとけないよ。それは。うん、太もも結構パンパンっすね。パンパンっす。金梅さん始まった！おう！金梅さん行って！はい。ちょっと待って、もう、俺放送切ります。放送切るわ。金梅さんのところ行って。金梅さんのところ行って。みんな、2位。もうやっとだよ。もう繋ぐの大変だったよ。金梅兄さん、きついっすよ。ヘイト集めるのきついっすよ。金梅兄さん、ちょっと勘弁してくださいよ。美味しい思いさせてくれたはずです。金梅さん。はい、売名成功しました。
あ、本音出た。あ、辛かった。つなぐの辛い。金梅リスナー怖いよ。金梅リスナーめっちゃ怖い。やっと解放される。やっと解放された。きつかった。いやもうヘイト集めんのきついよ、もう。やっと始まったよ。もういいよな。俺、盛り上げたよな。もういいよな。これくらいのポンプでいいよな。もう今日俺夜中からずっと配信やってんだよ。金梅さんのリスナーは荷が重いって。言うこと鋭すぎるわ。いやー、薬不足。本当に。持って30分だよ。こんなね、何時間引っ張ったこれ。2時間引っ張ったんだよ、金梅リスナーを。いやー、いい仕事したでしょ。いや、もうこっから和道リスナーでやってこう。いや、きつかった。もう本当に手厳しい。金梅リスナーではないか。いや、きつかった。ちょっとコーヒー買ってくるわ。いやー、手厳しい。ちょっとコーヒー買ってくるわ。うん、行ってらっしゃい。みんなありがとうね。いいよ。行ってらっしゃい。きついよ。ただいま。もうすごい感触だよ、思い込み。まあ、それは配信運だからしょうがないよね。みんなただいま。ちょっと休憩しよう。つないだでしょ。大手の配信つなぐのがいかに大変か。ランハゲさんの気持ちはちょっと分かったよ。ランハゲさんすげえわ。新しいフォロワーさん紹介します。クゲ太郎さんフォローありがとう。サーポンさんフォローありがとう。ただいま、ロコちゃん。一回休憩しようかな、俺。一回30分休憩しようかな。どうしよう。ああでもない、こうでもないってね。ループゲーできたからね。コメントも途切れなかったからやりやすかったけど。さすがに鋭いわ、金梅さんのリスナーは。あの、コメントが重い。一発一発のパンチが。ぬるくねえ。レミリーさん、ありがとうございます。
ご飯だった、ご飯いつ食べ、あ、さっき牛丼食ったね。浅井さんに牛丼おごってもらったから。牛丼食べましたよ。うん。牛丼食べました。ボディーブローだよね、うん、聞くよね。まああとはね、配信で最後うまくあれしたいですね。最後締めたいですね、うまく、うん、うまく締めたいよ、うん、円満にね。風呂入りたいな一回。和道さんおかしいって、なんだよもういいよ。だからな見てるでしょ、みんな証人になってよね、みんな証人になってよな、俺が売名したんじゃないでしょな、言っただろ、俺じゃないでしょ、ポンプ入れてんの向こうでしょ、俺じゃないんだって、面白がっておもちゃにしてんの金梅さんの方なんだって、分かった、これで分かったでしょ、金梅さんが結局要は俺を悪者にしようとしてんだよじゃない？和道がおかしいってどういうこと？何がおかしいの？何がおかしいの？ほんと。どういうこと？なんで俺がおかしいの？意味がわかんねえでしょ、うん。どうおかしいんだよ。マジで納得いかねえわ。金梅参加者じゃないって言ってる。だったら参加すんなよ！引き継ぐなよ！里見さんから断れよ、じゃあ。ちげえか言ってること。引き継いだら、配信者だったら、あ、企画参加するんだって思うでしょ。里見が全て悪い。ちょっと待って、和道が悪いんじゃなかったの？あ、里見さんの方にシフトしたわ。あ、もう売名終わりです。はい、終わり終わり。うん、里見さんが悪いらしいわ。うん、和道は使えないって判断らしい。いいよいいよ、里見さんが悪いらしい。俺は断ったのにとか言って、もういいよ。もうほっとけよ、もう。うん、俺と金梅さんじゃ釣り合わねえよ。喧嘩にならねえよ。盛り上がらねえわ。太刀打ちできねえわ。リスナーの数が3倍、30倍、40倍違うんだから。アリンコみたいに潰されるぞ、俺ら。放送できなくなるわ。翼さんいらっしゃい。楽しんでってください。俺は断ったのに、とかね。いや、面白いな、ほんと。適当すぎるわ、いくらなんでも。いやー。もういいやわ、もう何でも。俺が悪いなら俺が悪いでも。うん。なんで俺が悪いことになるんだろうな。意味がわかんねえな。カオスだよね。もうとりあえず、金梅さんは自分の非を認める気は一切ないらしいね。うん、おお、すげえ !YouTube めちゃめちゃ登録してくれてる。ありがとう !YouTube チャンネル登録ありがとうございます。ぜひぜひ、チャンネル登録100名目指してるんで、YouTube チャンネル登録お願いします。ふわっちの入金額役所に申請してる？もちろんもちろん、してますよ。しないと不正受給で捕まります。見せましょうか。してるよ。俺は全部公開してんの、リスナーさんに。じゃないとね、不正受給でね、リスナーさんも安心してできないでしょ。これがね、それ。新宿区役所って。領収書。領収書。新宿区役所生活保護課。ね。領収書。金額。うん。うん。やってます。その辺しっかりやってるし、今働いてるんですよ。会社でも収入7万ぐらいあって、それも全額、ちゃんと申請して返金してます。これまだ領収書の前の段階の預かり書ね。新宿区役所。うん。ちゃんとやってます。はい。国に返還してますね。いや、偉いっていうか当たり前だよね。それは。みんな税金払ってんだから。うん、国の世話になって。まだ半分しか負担減らせてないけど。まだ半分国の世話になっちゃってますね。もう、来年あたり抜けたいっすね。ふわっちで稼げて。バイト代とプラスで。うん。スカッタありがとうございます。いや、もうとことんやりますよ。花火が上がってる限りずっとやりますよ、僕。富子さん、金梅のところでワドって、人気持ち悪いってディスられてる。くそ。マジかよ。
金杯やっぱりダメ、ビール飲んでる。うん。あ、がっつりビール飲んでるわ。もうほっとこうぜ。ほっとこうぜ。知らねえよ、もう。ほっとこうぜ。関わらない方がいいよ。触らぬ神にたたりなしだよ。もう笑うしかねえよ。知らねえわ。俺関係ねえわ。金杯さん NG ワードにするわ。もう最悪だわ。クズだわ、あいつ。あいつ人間のクズだわ。クズ野郎だよ。本当に。確信したわ、今。初見さん、ピノさんいらっしゃい。ピノさんコメント打ってるよ、この前。うん。ありがとう、コメント打ってくれて。面白かったらフォローしてね。失格だよ。っていうかもう人間失格だよ、本当に。いいや、もう賞金渡そうぜ。どんだけ下水顔して賞金受け取るか見てえわ、俺。どんだけ下水顔して金受け取りに来るかもう見てえわ。もう金渡すわ。クズ野郎だわ、本当に。超クズだわ。もういいよ、渡そうぜ。どんな下水顔で金受け取るのか見ようぜ。うん。腹立ってきたわ、なんだ。人の気も知らないで。うん。金杯から飛んできたけど、ワドさんいい人そうでよかった。村雨さんいらっしゃい。楽しんでてください。気持ち悪いってディスられてるみたいですね。フォローよろしくお願いします。ごめんなさい、初めて見た気がした。ピノさんね、一回打ってる。うん。俺結構覚えるから、サムネイル。うん。いや、もう面白いね。ここまで振り切ってると面白いよね。俺には関係ない、里美がやってる。はい、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。いやー、すげーわ。やっぱ一流、レジェンドって呼ばれる人たちは、もう、想定外だね。ここまで肝座ってないと、レジェンドって呼ばれないんだろうね。いや、笑うっしょ、こんなの。こんなの笑うっしょ。フルボッコにされたんだよ、俺さっき。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。なんだ、ゆうさんかな？ゆうさんありがとうね。新しいフォロワーさん紹介します。村雨さん、ピノさん、フォローありがとうございます。2名さん、新しいフォロワーです。よろしくお願いします。いや、昔からだけど、当事者、リスナーとして見てクズと、当事者のストレス違うぞ。だって俺さっき何人ぐらいに戦えてた、バエさんのリスナーに。フルボッコにされてたじゃん。さすがにきついって、初見さんに叩かれるのはきついって、ほんと。な、俺が何やったっつうんだよ。俺がサボったんだったら俺叩かれてもいいけど、俺叩かれるようなことしたかよっていうね。だけさん、だけ02さん、コメントありがとうございます。常識が通用しない。まあそこがね、面白いところだけどね。正直ね。新しいフォロワーさん、ゆうさん、フォローありがとう。いやー、すごいわ。大手ってすごいわ。マジで。とんでもねえわ。フォローしてよ。ゆうさんありがとう。あ、体力が持たねえな、ほんとこのままだと。新しいフォロワーさん、624番目のフォロワーさんです。だけ02さん、フォローありがとうございます。ヒカルくん悪くないでしょ。ヒカルくん全然悪くないでしょ。KP。 ホットコーヒーが染みるわ。6時半か。風呂入って、風呂入って行こうかな。どうしようかな。7時45分に新宿でしょ。7時45分新宿。ゆっぴさん、バガーありがとうございます。よろしくお願いします。面白かったらフォローしてください。金梅さんとか本物すぎて怖い。いやー、オーラあるよ、ほんと。ワドちゃん、ちゃんと米読んでくれるから好き。ありがとうございます。ワド2、北京主任さんいらっしゃい。楽しんでってください。いらっしゃい。初心者マークさんいらっしゃい。金梅さん参加しただけで宣伝効果あったからそれだけで十分だと言ってたよ。まあそれはね、もう本当に文句なしでその通りだと思うよ。宣伝してもらったのはありがたいよ、本当に。ね、企画者からしたらさ、それは金梅っていうレジェンドが来たわけだから、宣伝効果めちゃめちゃあったわけだからね。うん。それは本当その通りだと思う。あ、ゆきさん、フォローありがとうございます。うん。よろしくお願いします。Twitter と YouTube もやってるんで、YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。いや、この企画のでしょ。リアルライフの企画、プロダクションの宣伝になったってことでしょ。アンチの伝承罰とか、いろいろひどかったな。ひどかったよね。うん。本当に。
まあだけど、まあまあまあ、まあまあまあ、これが配信だよな。これが生放送ですよ。これが。まあね、プロダクションの会社からすればさ、宣伝効果高いわけだから、美味しいよな。エンディング、奈良さん、頑張ります。奈良さん、ありがとう、ハート。ありがとうございます。和道と金梅を揉めさせようとしてたんじゃないかな。多分そうだろうね。今日は深い雑談はないですよね。今日は、企画が終わったら多分、ね、どうなんだろうね。飲み誘われたら行くけど、飲み会誘われたらもちろん参加するけど、誘われない可能性もあるから。参加者に嫌われて、和道はちょっとみたいな空気になったら、そのまま外配信で心霊配信やろうと思ってますね。みんなよくやるなって感心してた。生放送は何が起きるか分かんないから面白い。本当だよね。宣伝効果はでかいよね。そこはもちろんもちろん。本当に尊敬してるし。金梅さん、やっぱすげえよ。レジェンド中のレジェンドでしょ。いやー、すごいよね、本当に。神の一声だよね。寝てるだけで荒れるっていうね。心霊配信見たい？なんかあるかな？歩いていける場所で、心霊スポット。てか俺明日仕事なんだよな。食事行ってきます。また後ほど遊びに行きます。ぜひぜひ来てください。楽しんでいってください。もし見逃したら YouTube に動画あげるんでよろしくです。心霊系怖くなそう。俺の心霊系何言ってんの？超有名だよ、小田井さん。俺、Twitter にあげた動画、あれだよ、10万回見られたんだよ。500リツイートだよ、たった1日で。500リツイート言って、ツイッター中に一時でブワーって10万人まで広がった、超心霊配信、超怖いって言われてんだよ。ね。ニコ生で一番怖い心霊配信者って言われたんだから。無言で3人呼べる人、3000人呼べる人。はい、こんばんは。和瀬さんいらっしゃい。楽しんでて。めちゃめちゃ怖いぞ。俺の心霊動画。石川のりゆきがネタパクったぐらいだからね。俺の心霊動画元で検証枠やってたぐらいだからね。それもね、動画 YouTube に上がってるよ。むしろ心霊配信の方が見たい。心霊現象よく起こるからね。はじめまして、稲川淳二さんいらっしゃい。義母愛子だの、稲川淳二だの、いっぱいいるな、ほんと。心霊配信やだ、うん。あ、YouTube チャンネル登録ありがとうございます。そうね、10万人 Twitter で発見されたの、これね。閲覧注意。これ俺のチャンネル登録すると見れるようになるから、この動画。人気のアップロードにあるんだけど。閲覧注意。ツイッターで10万人が見た心霊動画。ニコ生。これ。これチャンネル登録すると人気のアップロードに出るから、ぜひぜひ見てみてください。35秒の動画だけど、500リツイートいきましたから。一番怖かったのはこれ。一番怖かったのはこれ。心霊動画。うん、YouTube に、俺のチャンネルにあるから。うん、心霊見たいけど今夜は打ち上げするんじゃないかな。どうだろうね。嫌われて誘われないっていう可能性もあるからな。一番過疎な虫だから。わかんない。どうなるか。打ち上げ誘われたらもちろん行きたいですね。みんなと一緒に楽しく過ごしたいですね。見てみる？キャプチャーしようか。和道で調べれば出てくる。今じゃあ、俺のチャンネル。ここの下に和道の YouTube ってチャンネルあるよ。下の番組説明欄に、あるはずだけど。ないかな ?YouTube。YouTube、ない?ここに、下に。Twitter と YouTube、下にあるはずなんだけど。うん。そこにね、URL 載ってるよ。俺のチャンネル。うん、飛べる飛べる。URL 書いてあるから。それクリックすると、チャンネル登録できるから。YouTube チャンネル登録して、ぜひ。あ、チャンネル登録ありがとうございます。よいしょ。さっきマッサージ見てたよ。あー、今日の朝の放送だね。子供が走ってたってやつですかね。あ、それそれそれ。子供が走ってたってみんな言ってたやつね。うん。そう。
金梅がリアルタイムでワドのこと話してる。なんて言ってる。なんだろう。なんて言ってんの。配信中だから聞けないんだよね。なんか走ってたでしょ。 YouTube のチャンネル登録、 Twitter フォロー。おー、サーポンありがとう。よろしくお願いします。ビジネスがどうのこうの。何ビジネスがどうのこうのって、どういうこと。なんだろう、ビジネスがどうのこうのって、金梅無視で大丈夫だ。あ、ガチガチ。死んで、台本とかやんない俺。台本嫌いだもん。台本やらないから仮想配信者なんだよ。おー、小田井さん、登録ありがとう。NPO の話してねえわ。今日大変だったんだから、わせ。マジでね、超やばかったんだから、もう。閲覧人数4688だよ。やばくない？超疲れたよ。さっきフルボッコだったんだよ、リスナーさんに。どうしよっかな。何時から風呂入ろうかな。いや、7時で一回枠閉めるわ、俺。7時で一回枠閉める。やば、何したの。いやー、もう、金梅さんの、ああだこうだっていう話で。台本出る方、それは台本やったわ、ごめん。ゆきの見てるね、結構ね。それは台本だわ、ごめん。台本やったことあるわ、ごめん。ほんとごめん。ゆきのさん、すいません。許してください。ツッコミが鋭いんだって。いやー、きついなー。もういいや、今日は叩かれるだけ叩かれよう、もう。覚悟しよう、腹くくろ。金梅生ビール飲んでたね。いやー。金梅揉めるの好きね。しわくやっても、揉め事大好きだな。大好物だからね、金梅さん。バイバイ、ニーヤンは。揉め事を起こす天才でしょ、マジで。いや、でも、俺もう今日、金梅さんに詰められたら俺も言うよ、マジで。こんだけ配信上で言われてるんだったら、企画終わったら俺言うよ、マジで。関係ないからね。配信関係ないところでなくないっすかって言うよ、普通に。ぶん殴られても言うわ、それは。さすがにおかしいでしょ。俺悪いことしてないでしょ。あんたの気持ちもわかってる。大人の話をしてた。あ、そう。マジで。あとね、見てみろわ、ゆきのさん。ありがとう、教えてくれて。ちょっと感動したわ。今見てきたけど、そんなにディスられてなかった。なんだよ！ふざけんなよ！ふざけんなよ！な、俺が管巻いただけじゃねえかよ！うわ、最悪。ふざけんなよ！俺がなんか、金梅さんの悪口、うわ、もうで、くっそ、引っかかったわ、ポンプに。なんか、すげえ俺が悪者みてえじゃん、それ。金梅怒ってない？いや、すげえかっこ悪いじゃん、俺。すいません、金梅さん。申し訳ないです。すいませんでした。いや、マジで。マジで俺、ただ管巻いたかっこ悪い仮想配信者だよ。いや、今からは司会だね。企画の司会やる、今日は。バドはヒールが似合う。ふざけんな。贅沢見てはいらっしゃい。もうヒール嫌なんだけど。もう嫌だよ。ヒール、肩凝るんだって、ほんとに。寝れないんだって。悔しくて泣く夜何回あったか。俺、配信で泣くんだよ。もう嫌だっつって。えぐえぐ泣くんだよ。もう、もう辛いっつって。なんで俺こんなに叩かれるんだろうって。3回ぐらいガチ泣きしたかんだよ、俺。寝る前。なんで俺こんなに言われないといけないんだよ、つって。俺なんかしたかよ、リスナーに。つって、ほんとに泣くかんね。一人で。号泣。いや、泣くよ。機嫌良さそう。あ、そうなんだ。あ、よかったよかった。生まれ持ったヒール臭だからしょうがない。いや、俺めっちゃ繊細だからね。めっちゃメンタル弱いから。ヒール役とゲイ役どっちが嫌だ。どちらかというとヒール役の方が嫌だね。ゲイキャラは結構いけるんじゃないかと思った。コバさんではいらっしゃい。ジョニーさんコメントありがとう。面白かったらフォローしてください。やっぱおかっぱが走ってる。でしょ？怖いでしょ？あの動画。そうなんだよ。あれすげえ再生回数バーっていったんだよね。
怖え怖えつって、YouTube の方はそんなに再生されてないけどね、よいしょ。あ、じゃああと5分で放送終わりにします。ありがとうございます。一回風呂入って外配信枠開くんで、金梅さんのところで待機しててください。うん、はい、もう、おお、いらっしゃい、いらっしゃい、フォローしてね。うん、ああ、ロクちゃんありがとう。いや、新参もクソもないよ。ありがとうね、ハートありがとう、ロクちゃん。新しいフォロワーさん紹介します。本日125番目の、フォロワーさんで、トータルフォローが625番目です。ジョニーさんフォローありがとう。うん、この、あと4分で終わりにする。ありがとう。金梅のリスナーが和道佐野にも嫌われる？和道はよ、ゴミだからあいつよ。クズ野郎がよ、ゲルゲぶん殴ってんだよ。おい、パソコンガッチャガチャにしてやるからよ、ワドよ、クズが。はい、サポンいらっしゃい、お疲れ。うん、フォローしてる？ありがとうありがとう。うん、まあ、ちゃんまんに憧れてこの世界入ったからね、俺も。うん、師匠に嫌われるのはきついよな。うん、俺の配信の師匠だから。うん、いや、嫌われキャラだよな。キャラっていうか、ちゃんまに関してはガチで嫌われてきたんだ、俺。もう二度と絡まないって言われたから。まだ配信見てたら寝落ちしちゃってた。よいよ、そうなんだ。いいよ、いいよ。寝なよ、一回。俺も一回風呂入ってシャワー浴びて。で、そっから外配信するから。うん。嫌ってない。いや、ちゃんまめっちゃ嫌ってるよ。ちゃんまんところで俺の名前出してごらん。ワドはクズだからよって言うから。試しに言ってごらん。ワドどうって。ちゃんまんに聞いてごらん。ワド好き嫌いとか、ワドのことどう思うって。一言コメント打ってごらん。あ、クズ野郎がよ、おい。どいっ嫌いだよって言うよ。うん。ちょっと聞いてごらん。めちゃめちゃ嫌ってるから。まあ残り2分だからね。ねえ、めっちゃ嫌ってるよね、ちゃんま。まあそんなもんでしょ。しょうがない。はい。ということで、皆さんお疲れ様でした。ちょっと風呂入ってから後で放送します。見に来てください。本日のフォロワーがですね、125名増えました。現在625名です。もしね、よかったら YouTube の、チャンネル登録と Twitter の登録よろしくお願いします。ありがとうございます。最後司会やるんで、ぜひ見に来てください。盛り上げてってください。企画の締めをやらせていただきます。お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。お疲れ様です。おつおつ。ありがとうございます。あざす。ふわっち大好き。ふわっち盛り上げてこう、みんなで。うん。ふわっちが、ふわっち盛り上げましょう。お疲れ様です。ああ、尺余ってんな。尺余ってんな。どうしようかな。ヒカルは生ポらしいぞ。いや、絶対ありえないわ。ナインさんいらっしゃい。うん、お疲れ様です。お疲れ様です、トミコさん。ピノさんお疲れ様です。尺余るんだよな。もう配信4年目だけど、尺の問題全然わかんねえわ。何十秒前で締めればいいのかわかんねえわ。金梅さんに相談しよう。尺余るんですけどって。尺が必ず2分ぐらい余るんですけど、どうしたらいいですかって。この間が恥ずかしいよね。そっとブラウザバックしてほしいわ。全部佐野が悪い。うさぎ先輩いらっしゃい。みんなフォローありがとう。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。